はい、こんにちは。今回ですね、2020年の合格目標ということで基本知識のインプットと、担当の、ね、過去問のチェックをしようということで考えております。まあ、ただ今日ね、いろいろ憲法の判例とかね、論文試験の折り通用するような考え方なんかもお話ししようと思ってますので、しっかりとこの2時間ね、集中して授業を聞いていただければと思いますね。で、まずレジュメの1ページのところを見てください。1個目のね、一番上、タイトルのすぐ下のところですけどね、矢島の基本知識のインプットと担当過去問チェックって書いてあるところのすぐ、下のところなんですけれども、でちなみにあれかな、ページ番号ってこれ振ってもしかしたらないかもしれないんですけど、ページ番号振られてるレジュメと振られてないレジュメがありまして、でもし振られてなかったらすいません、ここのね、ところが1ページ目になりますんでね。で、このね、最初の1個目のブロックのところなんですけど、今日は職業選択の自由のところを中心にね、ちょっと学習をしていこうと思ってますね。で、まずね、この2ページのところを見てください。ちょっと司法試験のね、出題傾向が最近変わってましてね、で、こういう新しいちょっと傾向に対応できるようにね、しっかりと勉強していかなければいけないのかなというふうに思いますのでね、ちょっとこうどういうふうになってるのかっていうのをご説明します。2ページ目のところで、コラムってところなんですけど、司法試験の論文試験のね、問題なんですけれども、以下は令和元年のね、司法試験の憲法の論文試験の設問の抜粋になります。設問中にね、ちょっと線引いておいたんですけど、こんな感じなんですよ。参考とすべき判例があればそれを踏まえて論じるように、そして判例の立場に問題があると考える場合はそのことについても論じるように求められているという形でね、なってます。で、従来はね、論文試験ってね、憲法なんかだと、結局判例のことあんまりよく理解してなくても、なんか学説、例えば経済の自由のところだったら、実質的関連性の基準とか合理的関連性の基準とかね、そんな感じで、適当にやっててもですね、なんか答案らしいものができてね、で他の受験生もみんなそんな感じの答案書いてるから、別に判例踏まえられてなくてもね、実際それで大きなこう相対的に沈み込むことがなくて十分合格できてたんですよ。ちなみに司法試験で初めて経済の自由の分野がね、中心にこう取材されたのは平成26年なんです。で、平成26年の当時のその再現答案ですね、合格者の再現答案で、結構ね、上位の方の答案なんかを見てても、あんまり判例踏まえて論じてないんですよね。結局その実質的関連性の基準だとか合理的関連性の基準とかね、よく予備校の本とか論証集なんかに書いてあるような基準をね、使ってそのまま処理をしておりました。ただ今後はそうはいかなくなってくるのかなっていうところがね、こういうところで読み取れてくるんじゃないかと思いますね。設問の形式がこういう形で判例重視になったことで、まずね、ロースクールの教育内容ずいぶん変わると思うんですよ。当然この憲法の授業のところでね、判例のところこういう形で取材されるからね、この判例ってのはこういうふうに使えるようにしなければいけないんだってことを結構深く勉強するようになるはずなんですよね。なんで、そんな中でその流れにしっかり乗っていかないとね、結局その相対的に沈み込んじゃうというね、恐れが出てきます。結局予備試験でもね、司法試験でも試験である以上、相対的に合格順位というが決まってきますよね。その100点満点別に取らなくてもね、その全部の受験生との比較で合格順位に入ればいいわけなんですけど、その合格順位に入るためにはね、憲法に関してはやっぱこう判例を意識したその学習をしていかなければいけなくなったというところがね、ちょっとこうこのところから読み取れるのかなというふうに思いますね。で、ちなみにね、実際の設問はこの下2つ目のブロックのところを見てください。設問、これね、令和元年のなんですけど、あなたは A 省から依頼を受けて法律家としてこの立法措置が合憲か違憲かという点について意見を述べることに今なったということでね、従来司法試験ってね、特に平成29年以前は憲法訴訟の場面をですね、設定して、それで原告の立場、被告の立場、そして最後自分の見解っていう形で書かせる問題になってたんですけど、実は昨年のね、平成30年度のね、司法試験は憲法訴訟の場面ではなくて、結局ですね、その何か法律案とか条例案をね、作ろうとしてる、実際の30年は条例案の事案だったんですけど、条例案を作ろうとしてる自治体の方がね、その皆さん受験者である法律家に専門相談をしに来て、そこで憲法上の意見を述べるっていうような形式になってました。それにこれこの2ページのね、一番下のところに30年度の司法試験の設問書いてあるんですけど、そんな感じでね、憲法訴訟の場面がね、今まで29年以前ずっと出てたんですけど、30年からちょっとこのね、まず形式がそういう点で憲法訴訟の場面じゃなくてね、なんか法律案とか条例案とか作ろうとしてるような場面が設定されて、でその意見を述べると、皆さんがね、法律家として意見を述べるんだと。でその際に判例を踏まえて論じないといけないと。で判例に問題があればそのことも言及しないといけないというふうになったのがね、これがこの令和元年の試験ですね。で平成30年もね、ちょっとそこ匂わすようなこう設問になってたんですよ。それがこのレジュメの、2ページの、今の、ところの下から2つ目のブロックなんですけど、ちなみに以下に掲載した平成30年度の司法試験の憲法の、論文試験の設問でも、参考とすべき判例や想定される反論を踏まえて論じなさいと、30年の段階はこれだけだったんだけど、それがもっと具体的になったんですよね。でおそらく
30年の段階から実はこの令和元年のね設問形式にあったようなことを、まあ、実は試験考査員聞きたかったんだと思います、受験生皆さんにね。だけど、まあ、実際こう思うような答案が出てこなかったので、だんだんこう設問がね、まあ、誘導ですね、受験生にどういうことをこうね書いてほしいのか、答案に書いてほしいのかっていうことに関するまあ誘導なんですけど、それがまあ具体的に今なってきたっていう、そういうイメージなんだと思うんですね。なんでまあ従来の経済の順に関してはね、まあ、実績関連性の基準だ、合理的関連性の基準だっていうふうにやってたら合格できたんですけど、相対的にね。だけど判例はそんな基準一切使ってないんですよ、経済の自由の分野のところでね、ですので、まあ、そういうところでも判例というのは今日ね、ちょっとこう担当の知識確認しつつですね、まあ、判例というのはこのね経済の分野に関してどういう判断枠組みをね、合憲審査の判断枠組みを取ってるのかということをねちょっと理解をねしてもらえればというふうに思いますね。じゃあちょっと中身入っていきましょう。次ね3ページの方ですね、すみませんね、ちょっとページ番号書いてない方はそのページ番号その都度振っていってください。で、縦1のところですけど、まず創設ですね、職業選択の自由の意義のところ行きましょう。まずスタートは憲法22条の1項になりますね。22条1項は何人も公共の福祉に反しない限り居住移転職業選択の自由を有するんだということでね、職業選択の自由が保障されるってことをまあ規定してますね。でこれはまあこのね3行目のところですけど、居住移転の自由とか財産権とともにですね、まあ、経済活動の自由のね中に分類されるものであります。で、次の2つ目のブロックのところですけど、判例は職業はね、人が自己の生計を維持するために継続的活動なんだと。で、分業社会においてはこれを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的、まあ、機能分担の活動たる性質があると。で、各人がね自己の持つ個性を全うすべき場として個人の人格的価値ともね不可分なんだってことをね言ってるんですね。これは薬事法の違憲判決、有名なね薬事法の違憲判決がこんなことをまあ言っております。で、今度カッコ2のところですね、営業の自由のところですけども、憲法22条1項で保障される職業選択の自由にはですね、自己が選択した職業を遂行する自由として、まあ、営業の自由も含まれているということになってきます。で、このカッコ2の2つ目のブロックのところなんですけども、営業の対応等に対する規制立法によりですね、営業の自由が制約されてもね、例えばその何かこう営業の時間をまあ制約される、例えば夜中ね、夜の10時から朝の6時までは営業しないでくださいみたいな感じでね、まあ、その営業の対応等に対するまあ規制立法により、まあ、営業の自由が制約されても、その当該ね職業をするというね職業選択の自由そのものが制約されてるんでなければ、まあ、別の手段でですねそのやりたい営業ができるわけなんですよね。というわけで、3行目のところですけど、営業の自由と職業選択の自由とでは、まあ、権利の性質上後者の方が擁護性が高いものとまあ言えるんだというふうに考えることができます。でちなみにこれがね論文、まあ、今日ちょっと論文試験の話するのがメインじゃないんでね、ちょっと雑談みたいな感じになっちゃうんですけど、論文試験の際はですね、まあ、あるその法令がねその人権を制約するような場面に出くわした時にね、じゃあそれが憲法に適合するのかって、どういうふうに審査をね審査基準を立ててまあ判断するのかっていうのが一つ問題になりますよね。でそういった時にね、まず権利の性質ですね、権利の擁護性、大事な、まあ、要はね重要度の高い権利であればあるほど、それを制約する立法っていうのがね本当に憲法的に許されるのかどうかっていうのは、裁判所はやっぱ厳しい基準でね審査していかなければいけなくなってくるんですね。あとはその権利の擁護性だけではなくて、その規制の対応なんかも着目されることがありますね。まあ、大事な権利に対してその非常に厳しい対応でねその制約がされるってことになってくると、ますますですねその人権保障機関であるあります裁判所はね、本当にそんな制約が、そんな大事な権利に対するそんな重大な制約がね憲法に適合するのかどうかってことをかなり慎重に見ていかなければいけないようなことになってくるじゃないですか。だからそういう意味でこういう権利の擁護性とかね規制対応っていうところは典型的にその審査基準の厳格度に影響してくるんですけど、そういう意味でこのね職業選択の自由と営業の自由と比べたときにね、まあ営業の自由、まあ別に営業の自由が軽いってわけじゃないんですけど、職業の選択の自由と比べると若干擁護性が下がってくるんで、ちょっと基準もね厳格度も若干変わってくる余地が出てくるんだということになってきますね。この話また後で出てきます。この話ね過去問でちょっと出てますので。で、今度ね、この3ページの最後のブロックですね、これ担当知識でね、で今日ちょっと皆さんに一つ作業をねお願いしたいんですけど、この今のね3ページの一番下のブロック、これ後で後ろに担当の過去問ちょっと今日載せてるんですけども、問題4のね意の足に関するものなんです。そこで今のまだ問題見なくていいんですけど、こうちょっとメモをしておいてほしいんですね、この3ページのところにね、このこんな感じで、例えばですよ、この最後のブロックのところ、まあ、例えばこう横、まあ、右でも左でもどっちでもいいんですけど、問4、い、問いの4のね選択肢のいなんですけど、まあ、問4いって形でちょっとメモをしておいてもらえるといいかなというふうに思いますね。問4いって感じでやっておいてください。これ後でちょっと過去問見ますんでね。
でちょっとこう読んでいきますね、一番最後のブロックのところですけども、営業の自由の内容を開業廃業と、営業活動に分けてね、で前者の開業廃業は22条1項で後者 の、 その、ね、営業活動は財産権を保障する憲法29条に保障されるという見解があります。ただね、これ一般的な見解じゃないです。まあ、少数説ですね。で判例はね、営業の自由はもう全部22条1項で、まあ、保障されているというふうに考えてますのでね、まあ、そこをちょっと押さえててくれるとね、後でやる担当試験が解けるのかなというふうに思いますね。というわけで後でね、問4の意のところを見ていきましょう。さてで今度次のページいきましょう。4ページですね、かっこ3、開業場所の地域的制限、これすごく大事です。担当でもまあもちろん大事なんだけど、論文試験との関係でも非常に大事なところになりますね。要は憲法っていうのを分かってるかどうかってことをね、こう試すのにね、いい項目になります。かっこ3、開業場所の地域的制限で矢印のところですけども、薬事法判決ね、後でまあ判例ご紹介しますけども、薬事法のね、違憲判決があるんですが、そちらはですね、開業場所の地域的制限ですね、まあ、薬局の距離制限をね設ける規定がされたんですけども、開業場所の地域的制限は設置場所の制限にとどまりね、開業そのものが許されないこととなるものではありません。まあ、その場所では、ね、薬局開設できないけど、別の場所では、まあ、薬局が開設できるわけですよね。ですが、薬局を自己の職業として選択し、これを開業するにあたっては、ね、まあ、経営上の採算のほか、まあ、そのね、諸般の生活上の条件を考慮し、自己の希望する開業場所を選択するのが通常だと。これは皆さんがこの人の立場に立って考えたらいいんですよね。例えば何かあるお店を出したいというような時に、じゃあ全然人が、ね、寄りつかないようなところにそのお店を出しますかって話なんですよ。であとはさらにもうちょっと具体的に詰めていくと、何かじゃあ特定のものをさ売りたいっていうような時に、やっぱそのものが売れそうな場所を選びますよね。いろんなね、そのことを考慮してね、でそういうことで、このね3行目のところもう一回見ると、経営上の採算のほか、諸般の生活上の条件を考慮し、自己の希望する開業場所を選択するのがまあ通常で、特定の場所における開業の不能は開業そのものの断念にもつながるんだと。例えば駅のね、例えば何々駅のもうすぐそこに空き地があって、あそこで薬局を出すんだったら採算取れそうだって思った時に、そこが距離制限でじゃあ開設できないんだってことになっちゃうと、もうその本当に開業自体を断念せざるを得なくなってくる可能性が出てくるわけですよね。さあでそういうことで、まあ、特定の場所における開業の不能は開業そのものの断念につながりうるものであるから、実質的にはね、まあ、職業選択の自由そのものに対する大きな、まあ、制約的効果を有するんだということを言っております。でこれが論文試験でどうやって生かされるのかというとね、次の段落のところなんですけど、開業場所を地域的に制限する立法がね、まあ、権利の性質上単なる営業の自由よりも、先ほどお話した通りね、擁護性が高い、職業選択の自由そのものに対する制約であると評価できる場合ね、これちゃんと事案ごとに見ないといけないのね。だから単に距離制限があれば常に開業場所を開業断念しちゃうかというと、そういうわけではないのでね、ちゃんと事案ごとにまあ見ていくんですけど、仮に、ね、その距離制限によってもう開業自体そもそも断念せざるを得ないんだというふうに評価、皆さんがね論文試験の問題文を見て、評価できる場合はですね、このことは、まあ擁護性の高い、ね、権利、要は職業選択の自由そのものっていうね、その営業の自由との比較でですね、擁護性が高い、権利に対して、まあ、強度の制約を加えるんだということで、その、ね、審査基準の厳格度を、ね、上げることを正当化する、まあ、一要素になってくるんだということになってきますね。でこの点参考になるのが、この下のところの平成26年の司法試験の試験考査員の採点実感の、ね、ちょっと抜粋をちょっと掲載したんですけども、職業の選択と営業（括弧職業の遂行）と適宜区分した上で、本件の問題が職業選択自体に関わる点について、ね、示している答案。本当は考査員は試験考査員はこういうことを求めてたんだけど、その当時はやっぱできた人が少なかったっていうことなんですよね。まあ、実際にはこれね、タクシーの、まあ、免許、その特定の地域でちょっとタクシーを開業するとね、すごく儲かりそうだっていう、ちょっといろんなこう特殊な事案をね、こう付加したものだったんですけどね、そのタクシー会社にとっては本当にそこで開業できなかったら開業する意味がないっていう、そういう事案を出したんですよ。まあ、そういう中でね、こういうところ本当は触れてほしかったんだけども、当時は触れてる人が少なかったなということで、ね、試験考査員が残念があってたということになります。だけども当たり前なんですけど、これ26年の採点時間でこうやって書かれてるじゃないですか。だから今の受験生はもうちゃんとできるようになってますからね。だから要は試験って大変で、後になればなるほどレベル高くなってくるんですよ、受験生の思考方法が。やっぱ採点実感、試験考査員がね、特に予備試験のね方は出題主しか出してくれないんです。であれはね、結構抽象的なんで、読んでもね、実はじゃあどういうことをね試験委員が求めてるのかって実は読み取りづらいんですけど、司法試験の方はね、出題の主旨が長い上に、さらにそれとは別にどういう答案が良くてどういう答案がダメなのかってことをはっきり書いてくれる、この採点実感ね、これ出してくれる。だからこれをどんどん分析していくとですね、
だんだんね、このどういうふうにこう普段から勉強して、でどういうふうに答案作っていかなければいけないかとか分かってくるんだけど、まあ、考えれば考えるほど、ね、大変なんですよね。でそれをやっぱやった人とやってない人って当たり前ですけど、こういうことを意識している人と意識してない人が同じ問題書いたらね、答案作ったら当然差が出てくるじゃないですか。だからやっぱりこう相対的に、ね、合格順位に入るにはやっぱこう流れに追っていかなければいけないっていうところになってくるんだと思うんですね。というわけで、まあ、26年ね、採点時間ここに書かれてますので、今後はこれ常識になりますからね。この当時の合格者の再現等は見ても多分あんまりこういうこと触れてはないんでしょう、おそらく少なかったって書いてあるからね。でも今後はここはもう当たり前なんですよね。でこの先行かなきゃいけないってことになってきます。というわけでね、基本知識の質がだんだん深まってくるんです、後の受験になればなるほどね。なぜなら交際委員が情報をどんどん出してくれるからその科目のね、もう本当のプロフェッショナルの先生方がね、その科目の考え方の基本とか悪いところとかをこう受験生に教えてくれるものですからね、まあ、だんだん知識の質がまあ高くなってきてですね、それについていかないとですね、相対的に沈み込むようになっておりますね。予備試験の受験生の方もだから司法試験の過去問はね、ぜひ検討してほしいと思うんです。それをやることによってね、特に出題の人採点時間がすごく大事なんですけど、それを読むことによってその科目で求められている思考方法とかね、基本知識の質とかっていうのが理解できると思いますので、まあ、そういう点で非常に貴重なものですね。で司法試験の受験生当たり前だけど、これついていかないと相対的に沈み込むからねしっかりとね、趣旨と実感の方は分析をしていってもらいたいと思うんですね。さてじゃあ今度5ページ、次のページいきましょう。縦に職業選択の自由の限界、まあ、意見審査基準という話をしていきます。でここでまず全体像なんですよ。まず1個目のブロックのところですけど、経済活動の自由は社会経済政策の、まあ、観点から精神的自由に比べてね、より、まあ、強い規制がされることを、まあ、憲法が予定しております。で22条1項ね、職業選択の自由の22条1項、それから29条って財産権ですけど、まあ、29条2項が特に公共の福祉との文言を用いていることもそのことを表しております。で、経済活動の自由に対する規制立法についてはね、立法府の立法裁量に基づく政策的判断が尊重されることから、まあ、基本的にはね、その規制立法合憲性の推定が、まあ、働くんですね、経済の分野では。そこで、裁判所はですね、経済的自由に対する規制立法の合憲性審査はね、精神的自由のものと比べて緩やかな基準ですね、まあ、広い意味で合理性の基準というふうに言われることがあります。精神の自由はね、厳格審査基準で、それとの対比でね、比較で、まあ、この合理性の基準というふうに言われることが、まあ、あるんですけど、それを用いて審査をすることになります。もっともですね、経済の自由ですね、経済活動の自由は政策的判断から多様な目的で規制されることが予定されていると。そこで規制の目的ごとにですね、意見審査基準を使い分けですね、当該規制が経済活動の自由に対する制約として許容されるかを検討するというね、そういう見解、これは規制目的二分論という考えなんですけど、まずこういう考え方が出てきます。でこれ規制目的って話今日初めてするんですけど、基本的にある人権がね、制約されるような立法ができたときにですね、じゃあ裁判所はどういうそのね、どの程度の厳格度の審査基準を使うのかってことに関して、さっき、まあ、まず権利の擁護性、それはまあ抽象化するとね、権利の性質ってことなんですよ。まず権利の性質に着目します。それから先ほど言った通り、その規制の対応ですね、まあ、擁護性が高い権利に対して、その非常にね、厳しい制約がされればされるほどですね、本当にそんな制約が憲法的に許されるのかどうかってことをですね、まあ、人権保障機関である裁判所というのは、慎重に、厳格に、審査する、必要が出てくるわけなんですよね。そういう点で権利の性質ですとか、その規制対応を、こういうところがまず審査基準の厳格度に影響するんですが、さらに、もう一つ登場してくるのがこの、規制の目的なんですよね。でこの規制の目的で、なんで審査基準の厳格度に影響すると思います？皆さんっていうと、憲法って大きく三権分立って話がありますよね。立法機関と、その行政機関と、司法機関で、うまくこう権力を、抑制均衡して、で最終的に、権力を、小さくすると、乱用が防げて、最終的に皆さんのためなんですよ。人権保障の、ためになるわけですね。もう一人で、だって立法行政司法なんて握らせてしまったら、もうやりたい放題になってしまいますからね。そういう国も、もしかしたらどっかあるかもしれませんけど、そういう形で、一つの機関にやっぱりこう権利を持たせるというのは非常に良くな いことになってきます。でそういう点で考えたときに、その立法裁量、要はある立法をしようとするときに、それはね、やっぱ立法機関の立法裁量っていうのがまずね、出てくるんですけど、その立法裁量が広い分野に関しては、裁判所はあまり口出しをしない方がいいっていうね、抑制と均衡の観点から、あまりこう口出しをすべきではないんだ、そういう発想が出てくるんですね。これも全部三権分立のところから出てきます。で、そういう点で、その規制の目的が特にですね、立法裁量が広い分野、政策目的、政策的な要素が非常に強いような分野であれば、やはりそこは裁判所としてはですね、その立法政策別に専門家ではありませんので、そこは立法裁量を尊重してね、であんまりその規制立法がされた時に厳しい基準で審査しないんだっていう方向になってきますね。でそれに対して、その規制の目的が、例えばそのね、人の経済活動からもたらされるですね、弊害防止、人のね、生命とか健康とか財産を侵害してしまうようなですね、そういったような弊害防止
に、こうね、目的にするような時というと、政策目的の場合と比べてね、ちょっと立法作用が下がるんですよね。そうするとそういう目的でね、そういう消極的な弊害防止っていう目的で人権を制約しようとするような立法が出てきた時はね、裁判所は思い切って審査できることになるんですよ。そういう点でね、まあ、そういう話になってきます。というわけで、まあ、権利の性質、まあ、擁護性のまあ程度、それから規制対応ですね、そこがどれぐらい厳しいのか、さらにはこの規制の目的ですね、まあ、そういったところもですね、その裁判所がね、その規制立法の合憲審査をする際のね、その基準の厳格度にまあ影響するんだってことをね、徐々にまあ抑えていってほしいんですね。でそんな感じでこの今の続きのところです。例えば、経済的弱者の保護など積極目的規制については裁判所は立法裁量を特にまあ尊重し、もともと先ほど言った通り経済の自由の分野では二重の基準の観点からね、もともと立法裁量を尊重するんで合理性の基準なんですけどね、厳格審査基準じゃなくて、まあ、合理性の基準なんですけど、その中でも同じ経済の中でも特にこの積極目的の場合はですね、非常に政策的な判断が、ね、要求されるということで裁判所特に立法裁量を尊重しまして、でこの例えばのまあ2行目のところですが、立法目的と目的達のための規制手段が著しく不合理と言えない限り、合憲とするとの明白の原則によって、まあ、日本の最高裁は審査をしております。明白の原則ね、学説だったのよくあの合理的関連性の基準なんて言うんだよね。目的が、まあ、正当 でその、ね、もう正当とされる目的とその当該手段との間に合理的関連性があれば、まあ、合憲だっていうね、まあ、そういう学説がありますけど、まあ、日本の最高裁少なくともあの経済の分野であのそういう基準は使っておりません。まあ、当該規制措置が著しく不合理と言えない限り、もう基本的には、ね、その規制立法を違憲にしないんですよ、合憲にしちゃうんですよね。だから非常に立法裁量を尊重する立場を取ってるんだということが分かると思います。でこれ後で具体的にね、氷市場事件というのは後でご紹介するんですけど、そのね審査の仕方が本当に緩やかなんですよね。もうこの規制の目的一応合理的とは言えないわけではなくぐらいな感じで、それで合憲しちゃってるから、ね、そんな感じで本当に踏み込まないんです。審査をね、立法裁量を尊重して当てはめするときも本当に踏み込まないんですよね。まあ、そういうのをね分かっていくと憲法を踏まえた答案書けるようになるからね、まあ、そういう感じで、しっかりとこう判例を理解してほしいんですね。で今度はまあ例えばっていうところの3行目の続きのところですけど、一方、人の生命健康、まあ、財産も、ね、含んでもいいですけど、まあ、人の生命健康に対するまあ危険を防止するという消極目的規制についてはね、要は簡単に言えば経済活動、人の、ね、経済活動からもたらされるまあ弊害防止ですよ、ね、いろんな弊害出てきますよね。公害の問題とかその他いろんなまあ弊害が出てきますけど、そういう弊害防止という消極目的ね、弊害を防止するってまあちょっと消極的ですよね。なんか積極的に経済あの弱者を保護するとかそういう話じゃないんでね、これ消極目的って言いますけど、消極目的規制については、規制目的と規制手段の双方の合理性をですね、まあ、厳格にまあ審査します。で、この考え方はね、裁判所のまあ審査能力とですね、立法府の立法裁量との関係にまあ配慮したというものになりますね。まあ、裁判所はそのね、まあ、皆さんも司法試験に受かったらすぐ分かると思うけど、まあ、政策のプロにはなりませんから、基本的には裁判官になってもね、あくまでも基本的には裁判所でまあ仕事をしている以上ですね、その行政官庁に勤めているような、ね、官僚みたいな、そういうような能力は身につきませんので、まあ、基本的にはね、裁判所はあまり踏み込んだ審査ができないんですね。まあ、それからもともとその立法政策、ね、が要求されるようなことに関して立法裁量があるんで、三権分立の観点から裁判所は、ね、あまりこう厳しい審査しないんです。三権分立の観点ですね、それが最終的に国民のため、まあ、個人の、ね、人権の保護につながるわけね。うまくこう抑制と均衡を働かせることによって、ね、最終的には人権保障につながってくるわけです。まあ、そういう観点から、この裁判所の審査能力と立法府の立法裁量との関係に配慮したものであると。もっとも、経済政策が複雑化した現代社会においては、まあ、確かにね、後で判例紹介しますけど、積極目的とか消極目的どっちかね、とも割り切れないような事案って結構出てくるんですよ。後で判例ご紹介しますけどね。そうするとこういう形で目的を重視して基準を振り分けるっていうことが非常に難しくなってきます。というわけで、積極目的消極目的のいずれか一方に割り切れないものが多くあります。そこで現在は規制の目的だけでなくて、まあ、権利の内容性質規制の対応も加味してですね、審査基準の厳格度を設定すべきとの、まあ、見解が現れました。まあ、判例がこういう見解を取ってるかはまだ明確にはなってないんですけど、学説でこういうふうに、ね、考えていこうと、規制目的二分論の、まあ、修正論なんてよく予備校なんかではね言うかもしれませんけど、まあ、こういう形で二分論を修正するという見解が、まあ、登場してます。でこの辺のところ分かってるとね、司法試験の採点実感とか取材の趣旨を正確に読み取れるように、意味を、ね、正確に読み取れるようになると思うんです。でこの下見てください。これまず平成26年の司法試験の、ね、試験構成の採点実感なんですけど、本年の問題が問うているのは複合的目的で職業の自由を制約する条例の合憲性だと。でこの点に関しては確立した判例や支配的な憲法学説があるわけではない。それゆえに、職業の自由に関する判例や、後で判例ご紹介しますけどね、判例はちゃんと分かってないとダメですよ。適当に書いても
ちゃんと判例踏まえて書いた人とで随分点数に差が開いてしまいますのでね、適当にやっちゃいけないんですけども、まあ、その判例や憲法学説を正確に、まあ、理解した上でね、この26年の当時は憲法訴訟型の問題だったんでね、原告の立場から、そのある規制立法が違憲だってことを言って、で今度被告の立場からそれ合憲だって言ってね、で最後自分の見解、じゃあどっちなのかっていうのをね、まあ、書かせる形式だったんですけど、原告被告それぞれの立場で筋の通った主張をしてね、受験生がね、こうあんまり勉強してない人ってね、この筋の通った主張を書く立場でできないんですよね。まあ結局後でこう潰されることを前提とした議論しか最初の方できなくてね、つまんない答案になっちゃうんですけど、でもちゃんとね、交際員が求めてるのは判例学説を踏まえてそれぞれの立場で筋の通ったまずは主張しろと。まあそれはそうなんですよ。原告の立場でまずさ、その主張が通れば裁判所で勝てるって主張するでしょ。で被告の立場でまあそこでね、この主張が通れば裁判所で勝てるって主張するじゃないですか。そうすると自分の見解本当に迷うんですよ。本当にじゃあこれ結論どうしたらいいのか、そこを聞いてるんですよね。憲法訴訟型の問題っていうのはね、まず原告と被告それぞれ裁判所で勝てそうな主張をします。判例とかその学説を踏まえてね、適当に受験生が適当にやるんじゃなくてね、判例学説を踏まえて原告と被告それぞれがそれが通れば裁判所で勝てそうな主張をする。そう、真の争点ができるんですね、その時にね。じゃあ本当に自分としてはじゃあこれ合憲なのか違憲なのかって相当悩むはずなんだけど、その悩みを見せてほしいということをね、まあ26年の採点時間に限らず司法試験の採点時間遡ってずっと見ていくとね、憲法のやつ本当に面白いこと書いてありますけど、そういうことを求めてます。憲法の試験はね、貼り付け型のこう機械的な答案ではなくてね、自動販売機型の答案ってよくこう揶揄されてるんですけどね、採点実感の方ではね、そういうんではなくてね、本当に考えた答案をね、まあ、求めてるってことになってきますね。というわけで筋の通ったを主張して違憲論合憲論を論じている答案には高い評価が与えられると。あとこの人は平成30年の、ね、出題の趣旨なんですけども、憲法22条に関しては営業の自由が憲法上の権利であること、本件規制が営業の自由の制約に該当することを言及した上でね、これはまあ要はちょっとこうわいせつな、まあ、青少年のね、こう健全な育成にちょっと問題がある、あるいはその大人でもね見たくない人もいると思うんだけど、そういうようなねちょっとわいせつなまあ本を販売するまあ規制立法条例の案ができたという事案だったんですけど、まあ、営業の自由が憲法上の権利であること、本件規制が営業の自由の制約に該当することを言及した上で、営業の自由の制約としてどのような審査基準が妥当であるのかを議論することが考えられると、まあ、答案に書いてほしいわけです。で、まあ、この目的とかまあ、ちょっと事案をね今日は踏み込んでやるわけじゃないんで、まあ、この目的とかね、あとこの4行目のところで権利のまあ性質ね、それからその制約の程度で、ほらさっき言ったでしょ、審査基準の厳格度に影響を与える要素なんですよ。権利の性質ね、擁護性とかその制約のその厳しさとかね、あとその経済の自由に関しては、まあ、裁判所は目的も着目するね、結構重視する傾向にありますけど、それでねこの辺のところは審査基準の厳格度に影響するね、そういう要素なんで、それで挙げられてますよね。で今日私の話を聞いただけでこの出題の趣旨の読み方が随分変わってくると思うの。今の話を分からずにこれ読んでもね、頭に残んないんですよ、大事なところがね。でも先ほど私が話したことが頭に残ってる人であれば、この趣旨のねポイント、そして今後似たような問題が出た時にどういうところに着目して事例を処理すればいいのか、まあ、当たり前だけど権利の性質を制約の対応とかね、あとその目的、まあ、そこに着目するわけですけど、そういうところが分かるんじゃないかというふうに思うんですよね。将来の試験に役に立てることができるんじゃないかと思います。そういう意味でこのね過去問ってすごく大事なんですよね。この過去問からその科目の基本を学ぶんですね。で特に残念ながら予備試験の出題の趣旨は抽象的すぎてね、まあなかなかこう読み取れづらいところがあるんで、そこで、まあ、司法試験の出題の趣旨と採点実感、これかなり具体的に、これほんの一部ですからすごく長いんです。本物はかなりねためになることいろいろ書いたんですけどね、まあ、そういう点でこう学んでいくといいと。で直近の過去問だからどうせ翌年出ないだろうなんて思ってやんないっていうのはダメなんですよ。直近の過去問でもね、その科目の基本とか思考方法、法的思考能力をねちゃんと身につけるためにはとても、まあ、大事なものになりますからね、まあ、来年の試験受ける人でもちゃんと今年度のね過去問検討して、まあ、趣旨と実感をねしっかりと分析をしていってもらえればと思いますね。さて、まあ、そんな感じでね、権利の性質程度との関係でどのような審査基準を設定するのか議論する必要があると。でその際ね、小売場許可制判決や後でご紹介しますけど薬事法の判決などね、既存の営業の自由に関する判決との対比をすることや、積極目的消極目的等の規制目的の区別に基づいて審査基準を立てるべきかを、まあ、議論すべきだと。規制目的二分論を本当に形式に取るとさ、基本目的だけで、まあ、基準決まっちゃうんですよ。明白の原則とか厳格な合理性の基準でね、だけど本当にそれでいいのかって話なんですよね。規制の目的だけで基準をアプリより的に、そんな要は機械的にね、形式的に決めてしまっていいのかどうかという話なんですよね。まあ、そういうところは考えてほしいというところになってきますね。
で今日の話を踏まえてやると、まあ、目的だけで基準が決まるって実はちょっとおかしな話なんですよね。まあ、裁判所ってやっぱ人権保障機関でありますのでね、と同時にまあ立法裁量を尊重しなければいけないというところがまあありますので、まあ、立法の方でね、まあ、ある何か人権を制約するっていうことがされたときにね、じゃあそれが憲法に適合するかって見るときに、まず権利の擁護性、人権保障機関であるがゆえに、まず裁判所は権利の擁護性に着目しなければいけないと思うんですよ。と同時に制約の対応ね、やっぱり厳しい対応で制約されちゃうとね、人権侵害の程度が大きくなるから、まあ、そういう点で人権保障機関である裁判所っていうのはね、その権利の制約の程度、そこもやっぱ着目すべきなんだと思います。と同時にその三権分立の観点からやっぱり立法裁量というのは尊重しなければいけません。でそれをすることによってかえって国民個人の、ね、人権保障になるわけだよね。権利の抑制がね、されることによってね、そういう面ではその規制の目的、立法裁量に関わるものとしてはね、その規制の目的というのが非常に立法裁量の中身、その程度に影響するものですから、まあ、規制の目的もまあ考慮すべきなんじゃないかというふうに考えることが可能だと思うんですね。まあ、そういうような感じです。さてじゃあだんだんもうちょっとね、中身、今までちょっと抽象的な話が続いてきましたけどね、もうちょっと中身の話をしていきます。今度6ページ、次のページを見てください。まず、1個目のね、まあ、1行しかないところですけど、規制の目的に違いに着目した場合の審査基準の基本形は次の通りになります。まず明白の原則ですね、まあ、最高裁がね、積極目的の時に使う基準なんですけど、職業の自由に対する、まあ、規制がね、経済的弱者の保護など経済の調和の取れた発展を図るための積極目的規制であるときはね、立法府の政策判断を特にまあ尊重いたしまして、当該規制の目的やね、その手段が著しく不合理であることが明白である場合に限って初めて違憲にすると。逆に言えばちょっとぐらい不合理でもね、違憲にしないで合憲にしたんですよね。著しく不合理であることが明、しかも明白、ね、それぐらいの場合じゃない、それぐらいのことじゃなければね、違憲にしない、それだけ立法裁量を尊重する、そういう基準なんです。そういうことを考えるとさ、この基準を答案で書くときどれぐらいの理由、どういう理由を示したらいいと思います？よほどその分野が立法裁量広いってことを言わないと、この基準正当化できないんですよね。ほとんどだってまず実際上この基準使って違憲になることなさそうじゃないですか。別に決まってるわけではないけどね、だけどこの著しく不合理であることがしかも明白ですよそうやって言えて初めて違憲になる。逆に言えばちょっとぐらい不合理でもね、後で小売市場事件のね判例見たら分かるけどね、ちょっとぐらいそのね、まあ一応の合理性さえあればもう、合憲になっちゃう、ね、そういう緩やかな基準なんだから、そういった基準をね正当化するにはよほどの理由が必要で、それやっぱり立法裁量が広いんだってことを相当言っていかなければ、その事案に即してね、立法裁量が広いんだってことをよっぽど言ってかないと説得力がないんですよね。いきなりこの基準パッて出されても、えってなんでこんな大事な人権をこんな緩やかに審査するんですかと、裁判所は何やってるんですかね、人権保障機関の裁判所は一体何をやってるんですかってことになっちゃうから、この基準立てるにはよほどの理由が必要になってくるわけね。まあ、後でちょっと判例見ていきましょう。さてで今度次のところですけども、厳格な合理性の基準ですね、人の生命健康に対する危険を防止、まあ、広く言えば、ね、経済活動から生ずる弊害防止なんで、別に財産も含んでもいいと思うんですけど、まあ、経済活動から生ずる弊害を防止するための消極目的規制であるときは、ね、まあ、積極目的規制と比べて政策的判断が必要なくですね、まあ、必要なくってゼロってことはないんですけどね、ただまあ程度問題で、まあ、相対的に必要性が、ね、薄くなると、まあ、そういうことから、裁判所の審査に馴染むと。そこで、裁判所は立法目的及び目的達成手段の双方に規制の必要性、合理性を、まあ、立法事実、立法事実というのは、ね、その立法を支える、まあ、社会的事実で、後で、ね、判例見ていくと分かりますから。あと今日はやんないけどね、平等原則違反の最近違憲判決結構出てるじゃないですか。立法事実を、ね、結構見てますね。その立法事実の合理性がもうないんだ、この、ね、立法を支える社会的事実がもう今存在しないんだということで、ね、非着手地 その相続分の差別規定を、まあ、違憲にしちゃったりとかね、結構最近その14条絡みの違憲判決、特に家族法の分野で、ね、違憲判決がバンバン、まあ、出てますけどね、立法事実のやっぱ変化っていうのは結構着目してますね。その立法を支える、ね、社会的な必要性ってやっぱ時代の流れに応じてまあ変化してくるんですけどね、それが今その裁判やってる時にその必要性がなくなっちゃうとね、やっぱ違憲になっちゃうんですよね。その不必要な人権制約をしているってことになっちゃうんでね。まあ、そういう点で、3行目のところですが、裁判所は、立法目的及び目的達成手段の双方につき規制の必要性合理性を、まあ、立法事実に照らして厳格に、まあ、審査します。具体的には、ね、規制が合憲と言えるためには、これ判例の表現なんですけどね、規制の目的が重要な公共の利益を確保するためのものであることを、まあ、要しましてね、そして、より緩やかな制限によっては目的を十分達成できないことを、まあ、要するんだと。後で薬事法違憲判決をご紹介しますけどね、まあ、ちょっとそれを簡略化してますけど、まあ、大体こんな感じの、ね、審査をすることになります。でこれちょっと中央見てください。これ学説で言うとよく言う実質的関連性の基準ね、審査基準ってね、3つあるんです。大きくちょっとこう振り分けた時にね、で一番、まあ、厳しい基準が厳格審査基準で、それは、まあ
聞き流しててくれればいいですけど、まあ、目的がね、やむにやまれる利益を確保するためのものとかね、そういう本当に大事な利益を確保するかどうか、そこがまず目的審査でされましてね、でさらにこう手段審査ってとこで、その目的達成するために本当に必要最小限度の手段かどうかってことが審査されますね。主にあの経済の自由ではそれ使わないでね、精神の自由ですね、精神の自由の中でも特に用法性が高い分野のものに関してはそういう基準を使っていくという傾向にありますね。あの学説ですけどね。で真ん中の基準がこの実質的関連性の基準で、まあ、目的が重要でね、で目的と手段との間の実質的関連性を見るんですね。で、大体これは消極目的の時に妥当するんじゃないかというふうにあの学説の方からまあ分析されております。で一番緩やかなのがですね、まあ、合理的関連性の基準というふうに言われるもので、まあ、目的が正当でね、で、そのね目的と手段との間にまあ合理的関連性があればいいんだ、これ結構かなり緩やかにまあ審査するんですけどね、まあ、そういったような3つの基準があるうち、この厳格な合理性の基準というのはその真ん中のね実質的関連性の基準に審査密度がこう妥当するような、そういうものになっております。で従来はね、あの判例を踏まえないでね、受験生はみんなね、あの経済の分野は合理的関連性の基準か実質的関連性の基準だったんですよ。だけど今後はそうはいかなくなってきたと。判例を踏まえてね、あの論じなければいけませんので、判例をよく理解して判例をまあ使いこなせるようにね、でもちろん判例に迎合するってことじゃないですよ。問題点があればそこも論じなければいけないわけだからね。さっきあの設問の形式あのご紹介した通りね、まあ、判例に迎合することが求められてるわけじゃないですけども、判例を理解してね、少なくとも判例を踏まえてまあ論ずるということが求められてるということになります。で最後の中のところですが、なおですね、後でまあご紹介しますけど、薬事法違憲判決が定立した厳格な合理性の基準はね、まあ、もうちょっと実は緻密でして、同判決はですね、職業の許可制が憲法22条1項に適合して合憲と言えるためには、まあ、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることですね。さらにその手段審査としてはね、重要な公共の利益というのはさ、実質的関連性の基準でいうとよくほら重要な目的っていうじゃないですか。あれに近いんだと思うんですけどね、重要な目的で、さらにその規制の必要性と合理性をね、ここにはちょっと書かなかったんだけど、一回ここで比較考慮するんですよね。その制約が問題となっている、まあ、人権とその制約を正当化する対立利益、そこを比較考慮して制約する利益、制約する、ね、そのことを正当化する対立利益の方が用法性が大きいってことになると、その必要性合理性が肯定されることなんですけど、実はそういう緻密な審査をしております。でそれをした後に今度ね、もう一回手段審査をするんですけど、消極目的規制については丸1に加えて LRA、 要はあのその上のね黒丸ついてる段落のところにありますけど、その最後のね、より緩やかな制限によっては目的を十分に達成できないというのはね、 LRA っていうんですけど、その LRA 要件、それを充足することをまあ要求するということになってますね。で要件丸1と要件丸2を合わせて厳格な合理性の基準と、まあ、判例は自分では言ってないんですけど、学説の方からね、まあ、薬事法違憲判決型のまあ厳格なまあ合理性の基準だなんていうふうにあの呼んでおりますね。で特にこのね、消極目的っていうところに着目して LRA っていう非常に厳しい手段審査をまあしてますけど、そこがあのまあ二分論になってるんだっていうふうにあの説明されてるんですね。従来はね、この消極目的の時に LRA っていう非常に厳しい審査をするものですから、まあ、その点と捉えて、判例は二分論、規制目的二分論を取ってるんだというふうにあの従来、評価されておりました。さてで今度7ページの方ですけれども、ちょっとまとめですね。経済の自由に対する規制立法の審査基準のまとめです。まず丸1、経済の自由に対する審査基準としては厳格度が高いものとしてはね、今ご紹介した厳格な合理性の基準、あと学説でいう実質的関連性の基準で、丸2、経済の自由に対する審査基準で、厳格度が低いもの、要は立法裁量を、ね、尊重するような分野で使うんですけど、まあ、最高裁はあの明白の原則っていうのをあの使ってますね。あと学説でいうと合理的関連性の基準だということになってきます。でこの表の下のメモのところを見てください。このメモをねちょっと見てもらいたいんですけど、まずね、二重の基準論を採用した場合は精神の自由と経済の自由とで、やっぱそのね基準の厳格度って分かれるんですよね。で精神の自由の場合はの厳格審査基準ってことになって、で経済の自由の場合はね、その精神の自由よりもちょっと緩やかな基準でやるんだってよく言うじゃないですか。でそれを合理性の基準っていうふうに言うんです。でその合理性をじゃあどの程度こう、ね、厳格にまあ見ていくのかってことでまた差が出てきて、そこであの厳格な合理性の基準と、まあ、単なる合理性の基準、本当に立法裁量を一番尊重する分野では単なる合理性の基準、まあ、要は明白の原則みたいなものを使っていくというふうにあの整理をすることが可能になってきますね。でこの点ね、この下の26年の最低時間、今の話が分かってると極めて優秀な答案を作れるはずなんですよ。でちょっとご紹介しましょう。積極目的規制の場合でも明白の原則と結びついた合理性の基準で、上のメモ見たら分かるでしょ。同じ合理性の基準でもまず二重の基準論からね、精神の自由と経済の自由とで基準違うじゃないですか。で経済の自由ってことになった段階で、さっき言った通りあのほら合憲性の推定が働くからね、まあ、基本的にあんま踏み込んだ審査しないんですよ。でそこで合理性の基準っていうのを使います。立法裁量を
尊重するんで、まあ、合理性の基準を使うことになります。でその中でもどこまで立法裁量を尊重するかによってまたさらに分かれるわけですよ。厳格な合理性の基準とね、この単なる合理性の基準っていうところで、この時にこの今の採点時間もう一回見るとね、積極目的の場合でも明白の原則と結びついた合理性の基準で良いのかを検討しているとは。だからこれ検討するには多分目的だけじゃダメなんでしょうね。権利の要望性とか制約対応とか、あとやっぱその立法裁量がねどれぐらい尊重されるべき分野なのかっていうことをちゃんと検討しないとね、この明白の原則を今回使うんだってことが正当化できないんでね、まあ、そういうところを書けるかどうかで、これが極めて優秀というふうになってました。でこの当時はさっき言った通りほらレベル低かったんですよ。薬局のほら距離制限のところも、まあ、実はねその場所的な制限というのは職業選択の自由そのものに対する制約、そこを書いてもらいたかったんだけど書いた答案少なかったってあったでしょ。これ26年同じなんですけど、その時代はまあレベルが低かった。でも今もう26年時点でこれで書かれちゃいましたので、受験生はねまともな受験生はこれついていこうとしますから、採点実感にね。ですので今後はこういうことを踏まえてね書いていかないとちょっと相対的にこう上に上がれない、こういうことを考えてない人と考えてる人とで随分答案に差がついてしまいますのでね、まあ、そういう点でしっかりとね、こう取材の人が採点実感なんかを分析をね、していってもらいたいなと。まあ、要は交際員がこうやってほしいっていうふうに言ってるんであれば、受験生はもう交際員には逆らえませんのでね、もうしょうがないですよね。だって出題者にはもうね逆らっちゃったら合格できないわけだから、そこはしょうがないんです。もう自分はこうなんだって考えちゃいけないんですよね。もうこの交際員がもう基本的なところですよ。当てはめのところはもちろん自分で一生懸命考えなければいけませんけど、こういう法的なね、その理論構成とか、まあ、そういうところに関してはやっぱりこう交際員が求めてるようなところがまず基本になりますのでね、まあ、そこのところをしっかりと分析してもらいたいなというふうに思いますね。でこれで大体ね経済のまあ自由のところの審査基準の話がまあ終わりになりました。でちょっと実際判例を見ていきましょう。明白の原則ね本当に緩やかに審査してるんですよね。まあよほど立法裁量尊重してるんだと思うんですけど、ちょっと見ていきましょう。次8ページですね、縦3のところです、職業選択営業の自由の関連判例という形ですね。これ8ページページ番号ついてなかったら8ページってね振っといてもらえればと思うんですが、まず括弧1小売場事件です、矢印のところです、まあそのね、小売商業調整特別措置法31項はですね、店舗面積が一定量に満たない零細なものでね、その野菜とか生鮮魚介類などを販売する10以上の小売商がいる小売場の過当競争防止のために、小売市場ってね今の世の中ほとんどもう多分ないんだと思います。今スーパーマーケットってあるじゃないですか。今はねもうスーパーマーケットがあるんで小売市場っていうのが実際必要ないんですけど、またスーパーマーケットがね今みたいに日本のそこら中どこにでもあるようなことがなかったような時代はですね、スーパーマーケットのや前身みたいなものです。一定の建物の中にねそれぞれこう、まあ、野菜を売る人とかお肉を売る人とかね、そういうようなことをやるような人が、まあ、事実上建物一人で建てちゃうとお金がかかっちゃうから、まあ、一つの建物の中で、まあ、身を寄せ合ってですね商売をしていた、まあ、時代があるのね。でイメージで言うと、まあ、今スーパーマーケットで鮮魚コーナーとか野菜コーナーとか、まあ、いろいろコーナーがあると思うんですけど、その各コーナーをもうその独立した店主が、まあ、担ってやっていたというような感じだから今ほとんど世の中ないです。この法律まだ残ってるんですけど、でも多分あんまり、まあ、ないんじゃないか。私はあんまり見たことないんですけどね、この小売市場っていうのは今ね、昔まあ私子供の頃なんかあったような気がするんですけど、今もうほとんど大きなスーパーができて、スーパーマーケットがねできてしまって、まあ、だいぶ駆逐されちゃったのかなって思うんですけど、まあ、そういう点でね小売市場っていうのは基本的にはだから本当に小売所、すごく経済力の弱い商人さんがね、まあ、自分でこう建物を建てることができないんでね、それで身を寄せ合ってまあ商売してるようなところなんですけど、そういう小売市場の過当競争の防止のために、でこういう話っていうのはね立法裁量どこまで尊重するかってところに影響するわけね。この弱者保護という観点からどこまでのことをね立法が考慮できるのか、でそれ基準の厳格度に影響するんで、まあ、そういう意味でまず事案を把握していくというのはすごく大事になります。というわけで、小売場の過当競争防止のためにですね、既存の小売場と700メートル以上の距離が離れていることってことで、距離制限を設けて許可制にしたんですよ。で、まあ、この許可制がね憲法22条1項に適合するかっていうのが争われたのが、まあ、この事件ということになりますね。で要点なんですけど、最高裁はというところで、まあ、後で詳しい話はねこの下でやってきますが、まあ要点としてはね、規制目的が積極的なものについては当該規制が著しく不合理であることが明白である場合に限って違憲とするとの判断枠組み、要は審査基準を、示した上でですね、本件規定が、まあ、積極目的であると認定して、でその目的においてねこんな感じ、一応の合理性を認めることができないわけじゃなくて、こんな審査をしてるんだよね。で、手段対応においてもね、それが著しく不合理であることが明白だと認められないんだということで、あっさり合憲です。これよほど立法裁量を尊重するで裁判所が、ね、立法裁量を尊重してるんだということが分かるんだと思うんですよね。でそんな感じでこの話をまずしっかりと理解をしてね、で論文試験に応用できるようにしてほしいんですよね。でちょっとご紹介しましょう。もうちょっと詳しく、
まず2つ目のブロックのところですけども、本判決の審査基準は学説ではね、まあ、判例は自分で言ってないんですけど、学説では明白の原則というように言っております。でこれは簡単に言いますとね、2行目規制目的に一応の合理性が認められればですね、目的達成のための手段として著しく合理であることが明白と言えない限り、その規制合憲とするもので、まあ、非常に立法裁量を尊重するときに使うものだから、審査密度が非常に緩やかなんですよね。こんな感じで一応合理性を認めることができないわけではないぐらいでもう合憲になっちゃうんですよ。そんな感じね、あまり踏み込んだ審査をしません。これが後でご紹介する薬事法違憲判決と全然違うの。薬事法違憲判決はね、その合理性審査をガンガンやってますので、そこのところがね大きな違い、どこまで立法裁量を尊重するかによってその当てはめの仕方も全然変わってきちゃうんですよね。で、この最後のブロックのところですけども、本件規定、でまずね、答案書くときの注意点にもなると思うんですけど、判例もちゃんとやってるんですが、いきなり基準を立てるんじゃなくてね、まず、その問題となってる規定がね、まあ、法律とか条例の規定がちゃんとその人権を制約してるんだってことをちゃんと認定するんです、判例も。それは受験生が答案書くときもまあ一緒でね、いきなり審査基準論がどうのこうのって書き始めるんじゃなくて、まずは事案を分析して、まあ、ある法令あるいはねその条例、あるいはその処分がね、どんな利益を制約してるのかっていうのを分析、まあ、しますね。でその利益が憲法上保障されてるんだってことが確定して初めて、じゃあそういう、ね、権利の制約に対してどういう基準を使って裁判所は審査すべきなのかっていう話になってくるんでね、まず、そこのところになります。でちょっと見ていきましょう。最高裁は本件規定の合憲審査に先立ちまして、本件規定が営業の自由を制限していることを次の通り認定しました。本法所定の市の区域内で本法所定の携帯の小売場を開設経営しようとするものは本法所定の許可を受けることを要するものとし、かつ、各号に掲げる自由がある場合には許可しない建前になっていることから、これら規定がね、小売場の開設経営をしようとするものの自由を規制し、その営業の自由を制限するものだということで、まずね、この条例の規定がね、法令の規定がこういう形で権利を制約してるんだということを認定していきますね。でその後権利の性質とかその制約の程度とかね、あるいは経済の自由だったら規制の目的、その辺の着目しましてね、じゃあどういう基準でその合憲審査をするべきなのかという議論に移るわけなのね。そういう流れで憲法ってなってますんでね。さてで今度次です。9ページの方ですね。でここがね、その明白の原則を立てるために必要な論証、まあ、判例がね、最後ものすごい下から2行目見てください。これが結論なんだけど、著しく不合理であることが明白である場合に限って違憲だから、まあ実際これで当てはめしたらほとんど違憲になんなくてね。で次のページで当てはめ書いてあるんだけど、本当にもう適当ですよ。さっき言った通りはその一応の合理性を認めることができないわけではないってことで合憲にしちゃってるわけだから、もう本当に緩やかに審査するわけなのね。でも逆に言えばだから、それだけ緩やかに審査することを正当化できる事情をね、理由をちゃんと基準立てるところで論証しておかないと、もう全く説得力がなくなっちゃうわけね。仮にだってさ、擁護性が高い権利を、ね、しかも規制対応が厳しいようなものをね、擁護性高いようなものをこんな基準でやっちゃったら、どう考えても憲法感覚ないですよね。判例も学説も理解してないことになりますよね。ですからこういう緩やかな基準を立てるときはね、やっぱり理由っていうのがすごく大事になってくるんですよね。じゃあそんな感じちょっと見ていきますね。9ページの一番上のところです。営業の自由の憲法上の位置づけと合憲審査の判断枠組みって見出しをつけてあります。最高裁は次にですね、その今ね、権利の制約があるということを認定した上で、次に営業の自由が憲法22条1項で保障されているとした上でですね、本件規定の憲法22条1項適合性の判断枠組みね、審査基準を定立いたしました。でその中で経済活動のに対する、ね、法規制には消極的なものと積極的なものとがありね、積極的なものについてはその規制がね、著しく合理であることが明白である場合に限って、まあ、違憲だということでね、まあ、非常に緩やかなね、まあ、学説の方から明白の原則って言われてますけど、こんな基準を立ててます。じゃあちょっとね、中身を見ていきましょう。こんな感じです。次の段落です。右の営業の自由に対する制限が憲法22条1項に抵触するかどうかについて考察すると、憲法22条1項にはで、この先皆さんどんなこと書いてあると思いますっていうと、最終的にはものすごいあんな緩やかな基準立ててるわけだから、まあ、よほど立法裁量が広いってことを言っていかないといけないわけなんですよ、ね、理由がそう出ちゃうからね、ですのでよほど立法裁量が広いってことを頑張っていっていかないと、ね、説得力がないんです。答案のね、まあ、判決に説得力がなければね、その訴訟で負けた人が納得できないんでよくないですけど、答案もね、説得力がないと、まあ、試験に受からない、合格点をもらえないということで、まあ、よくないということになりますので、やっぱ文書っていうのは説得力がね、法的な説得力というのが非常に大事になってきますね。ということでやっぱり立法裁量、ですね、そういうところをしっかり見ていかないといけないと思います。まあそんな感じでもう一回今の段落ですが、その制限が憲法22条1項に抵触するかどうか考察すると、で憲法22条1項は国民の基本的人権の一つとして職業選択の自由を保障しており、そこで職業選択の自由を保障するという
中には広く一般にいわゆる営業の自由を保障する趣旨を包含していると返すべき。もっともね、憲法は個人の経済活動につき、絶対かつ無制限の自由を保障する趣旨ではなくね、公共の福祉の要請に基づきその自由に制限加えられることがあることはね、その条項自体明示、あ、まあ、公共の福祉って書いてあるんでね、その条項自体がまあ明示するところだと。で、右条項に基づく個人の経済活動に対する法的規制は個人の自由な経済活動からもたらされるね、諸々の弊害が社会公共の安全の秩序の維持の見地から看過することができないような場合に消極的にね、かような弊害を除去し緩和するために、まずね、必要かつ合理的な規制である限りにおいて許されるということをまず大枠で言ってるんですね。でのみならず、憲法の他の真ん中辺ぐらいのところですね、のみならずちょっと太字のところですけど、憲法の他の条項と合わせ考察すると、憲法は全体として福祉国家的理念のもとにね、社会経済の均衡の取れた調和的発展を基としておりね、でここすいません、後でね、担当の過去問でピンポイントでここ聞かれてます、ここのフレーズのところがちょっとね、今こののみならずって書いてあるところありますよね、この9ページの真ん中ぐらいのところのみならずで、このその後の文章ここね、ちょっと横にカッコつけて問1って書いておいてください、ここフレーズ聞かれてます。憲法は全体として福祉国家の、理想のもとに社会経済の均衡の取れた調和の発展を基としておりってとこまでいいです、ここの、まあ、4行ぐらいのところですね、3、4行ぐらいのところ横に問1って書いておいてください。でついでにね、この後読みますけど、その下の4行ぐらいのところはね、問2のあで聞かれてます、また別の問題の選択肢で聞かれてるんで、そこに行きます。じゃあちょっと読んでいきますね。この今のね、続きのところです。のみならずって書いてあるところのから数えたら4行目のところですけど、経済的列位に立つ者に対する適切な保護政策を要請していることは明らか。このような点を総合的に考察すると、ここから下問2の案になるんですけどね、憲法は国の責務として、積極的な社会的経済政策の実施を予定しておりね、個人の経済活動の自由に関する、まあ、限りね、個人の精神的自由等に関する場合と異なって、社会経済政策の実施の一手段としてね、一定の合理的規制措置を講ずることはもともと憲法を予定しているんですよというところね、ここピンポイントで聞かれてます。で憲法は恐ろしいことにね、もう確実に正解していかないともうそもそもね、点数もらえないような構造になってるんで、まあ基本的にはね、担当試験で出たところって大事だ、考察には大事だと思ってるんですね。なんで、まあ、担当試験の過去問を通じて判例のどこの部分が、まあ、重要なのかどうかってことをね、こう理解をしていくといいんじゃないかと思いますね。でそれが同時に論文試験の方にも役に立つはずなんですよね。担当試験でこう大事な判例が聞かれてるときはね、やっぱ大事なところを出しますので、そういう点ではね、この担当の過去問からね、この論文対策にもありますのでね。でちなみに今ね、線引いてもらったところね、この問1の1ってところですけど、この のみならずの3行目ね、生存権を保障し、その一環として国民の勤労権を保障するなど経済的列位に立つもので適切な保護政策を要請で、生存権勤労権って入ってますよね、ここが聞かれてるんですね、問1の2のところね。でちょっと先問題後でまた見る時間があったら見ようと思ってるんですけども、ちょっと問1見てみましょうか。このレジュメ17ページまでね、私の、ね、テキストから基本知識抜粋しておりまして、で18ページのところからの担当の過去問を抜粋しておきました。で担当の、まあ、過去問の、ところのね、問1のこの「い」の足を見てもらえますかね、まあ、18ページですね、ちょっと問題版ページ番号書いてない方ちょっと太いてほしいんですけどね、まあ、18ページで「い」の足見てください。担当の過去問問題1の「い」の足、個人の経済活動の自由に対し社会経済全体の均衡の取れた調和的発展を図るという積極目的の規制を設けることが正当化される根拠として、国民の生存権、ほらね、生存権、あと勤労権、これはさっきの小売市場事件にもあったんですけど、この生存権と勤労権でありますよね、が保障されているなど、経済的列位に立つ者に対する適切な保護政策を行うことが憲法上要請されているということを挙げることができると。でこれ柱書き、問題文の一番上の柱書きだけど、最高裁判所の判例の趣旨に照らしてね、要は受験生が適当に考えた答えを導くんじゃなくてね、最高裁の要は判例知識を単に聞かれてるわけなんですけど、先ほどのですね、小売市場事件の先ほどのフレーズのところが抑えられてればね、ああ生存権とか勤労権に言ってたなってことで、ここのところが丸になるんだということになっていますね。ちなみに憲法のね、人権のところで担当試験の点数取れないって人は多分判例の読み込みが甘いんですよね。まあそういうところはやっぱ過去問しっかり分析してね、で大事な判例って結構やっぱりちゃんと聞かれるんですよ、こういうところまで、まあ、含め聞かれるし、ここで間違ったらだってもうこの足正解できないですよね。選択肢で1から8まで の選択肢で正解選ぶんだけど、これもうここ E の足間違った段階でもう絶対にこれ正解できなくて点数を落とすことになっちゃうんでね、まあ、そういう点ではやっぱ担当でこう出てるような判例ね、特に人権の分野の判例っていうのはとてもこうね、しっかりと見ておかなければいけないのかなっていうふうに思いますね。じゃあまた小売市場事件戻りますね。でまあいずれにしろ、まあ、そんな感じでね、
立法裁量広いんだ、その、ね、社会経済の分野に関してはまあ非常に、ね、立法裁量広いんだってことを言って、で最後に9ページの一番下で先ほど の,、ね、あの明白の原則です。下から2行目見ていきましょう。当該規制措置が著しく合理であるか明白である場合に限って、ね、それで初めて違憲にするんだ、こういう緩やかな、ね、基準が正当化されるということになってきます。で当てはめを見ていきますと、ね、非常に緩やかに指示させてますよ。基準がああいう理由であんな緩やかな基準を立ててるから当たり前だけど当てはめの方にもそれが影響するんですよ。だから非常に緩やかに審査してあっさり合憲にしてます。それが10ページの、ところの、まあ、2段落目からいきましょうか。これを本件について見るとっていうところがね、ここが判例の当てはめの部分なんですけど、これを本件について見ると本法は、であの線引いてるところとか見ていきましょう。本法は立法当時における中小企業法政策の一環として成立したものであり、本法の所定、あでさっき出てくるのは小売市場ってね、あの力がないんですよ。本当にこうね、小規模な承認を、ねまあ、予定、しておりますので、まあ、非常にこう政策的に潰れないようにするためには保護をする、ね、そういう必要性がそういう強い、ものになっています。でそんな感じで本件は立法当時における中小企業法政策の一環として成立したもので、小売市場を許可規制の、ね、対象としているのは小売商が国民の中に占める数と、ね、国民経済における役割に鑑み、まあ、当時はあの、ね、スーパーがあんまりなかったから、まあ、小売商がなくなっちゃうと、ね、あの住民も生活できないわけなんですよね。買い物ができなくなっちゃうと、ね、日用品を入手できませんので、ねまあ、そんな感じでそういう役割に鑑みまして、経済的基盤が弱い、ね、小売商の事業活動の機会を、ね、適正に確保しいいですね、まあ、結局でもその後、ね、スーパーマーケットに駆逐されてほとんど小売商はなくなっちゃうんですけども、まあ、でも今とりあえずそういう話は置いときまして、小売商の正常な秩序を阻害する要因を除去する必要があると。で、小売市場の、ね乱説に伴う小売商相互間のですね、過当競争によって将来されるであろう小売商の共倒れから小売商を保護するために取られた措置であると、まあ、認められるんだということになりますね。こういうね経済力の弱い人を保護する事案では後でご紹介するんですけど、タバコのねあの小売業の、まあ、事件もねこういうね、競争防止とかこの保護っていうところを強調して明白の原則立てるんですよ。でそこ担当で聞かれてんので、その時にねあこういう理由でこういう緩やかな基準使ってるんだなってのが分かってないで間違えるような足になってるんですよね。タバコの事件のところね、後でちょっと担当の問題ご紹介しますけどね、そういう立場、あのタバコ屋さんも最近そういえば減ってきましたよね。世の中ね禁煙ブームになってきましたからね。でまあでもタバコ屋さんって皆さんあのイメージなんかも何らかの形で持ってるんじゃないかと思うんだけど、みんな大体ほら個人でやってるでしょ。あの大型酒店とかさああいう感じじゃなくてもうみんな個人でやってるじゃないですか。だからやっぱ弱いんですよ力が。そこで保護するためにねこういろいろ立法の方が配慮をいたしまして、でその規制がその合憲性が問題となっちゃうあるんですけど、まあ、小売所と同じような、ね、あの理屈立ててね、で明白の原則で あっさり合憲にしてるんだと。でその話が分かってると担当がすごく正解しやすいのね。で後であのタバコの事件をご紹介します。まあ、非常に小売市場事件と、ね、あの理論構成が似てるんですよね。まあ、ちょっと、とりあえずこちらの、ね、小売市場事件見ていきます。これ本件について見ると 5、6行目ぐらいのところね、太字のところ過当競争ですね、まあ、過当競争によって将来されるであろう小売商の共倒れから小売商を保護するために取られた措置であると認められるんだと。で次の段落、本法はその所定形態の小売市場のみの規制の対象として過ぎないのであって、野菜生鮮魚介類を販売する店舗がですね、含まれない場合など本法の規制対象が除外するなどですね、野菜とか生鮮魚介類って非常にね、その住民の日常生活に大事なものだから、まあ、特に保護する、まあ、必要性があるんですけど、それ以外の逆にねあの小売商は別に規制の対象にはしてないんですよ。特に、ね、この住民の生活に大事なような、まあ、そういうような、ねものを規制対象にして、ね、守ってあげてるんですけど、過当競争による弊害は特に顕著と認める場合についてのみ、ね、これを規制する、まあ、趣旨なんだということですね。まあ、私が子供の頃、ね、昭和の時代ですけどね、やっぱこう八百屋さん、威勢のいい八百屋さんがね、なんか500円って書いてあるスイカをさもう200円で持ってっていいよみたいな感じでね、まあ、過当競争、近くに八百屋さんがいっぱいあるとね声を張り上げてね、まあ、競争するという感じでね、まあ、なっちゃうんですけど、まあ、そんな感じで過当競争によるまあ弊害が特にまあ顕著と認める場合についてのみですね、これを規制する趣旨なんだということが伺われるんだと。で最後の段落ですが、これら書店から見ますとね、国が社会経済の調和的発展を基とするという観点から中小企業法政策の、ね、一方策として取った措置はここがすごいんだけどね、目的が一応の合理性を認めることができないわけでなく、で手段においてもねその著しく合理であることが明白じゃないんだってことでそれに合憲しちゃったんですよ。これ仮にあの後でご紹介する薬事法違憲判決みたいに厳格にねその合理性を審査するんであれば、本当にこの700メートルの距離でいいのかとかいろいろね、本当にこの
当該この許可制、距離制限、本当にこれが目的との関係で必要なのかって相当厳密に審査するはずなんですよね。現にあの薬局違憲判決の方はねそれをやってるんですけど、でもこちらの方はね迷惑の原則っていう緩やかな基準を立てちゃってるんで、そういう踏み込んだ審査をしなかったんですね。というわけでそれは立法裁量をねどこまで尊重するかっていうその裁判所とですね、そのこのね立法機関のまあ役割分担のまあ問題でもあるんですけどね、まあ、そういう構造になっております。じゃ今度11ページ見てください。今度薬事法の違憲判決、こちらは厳格にやってます。厳格な合理性の基準と言われているような、ね、ものでやっております。で、まあ、見ていきますと、矢印のところですが、まあ、要はあの事案簡単に言うと、ね、薬局の距離制限のまあ規定が、ね、22条1項に反するかというのが問題になりました。で大雑把な話をすると、最高裁はという段落見てください。11ページの1個目のブロックの2段落目、最高裁は一般に許可制は単なる職業活動の内容対応に対する制限、制約を規制を超えてね、協議における職業選択の自由そのものに、まあ、制約を課するものでね、職業の自由に対する強力な制限であるから、憲法を、ね、合憲性を肯定しうるにはですね、原則重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることをまあ要するんだと。でそれが社会政策ないしは経済政策上積極的な目的のための措置ではなく、2行目、弊害防止するための消極警察的措置である場合にはね、許可制に比べてより緩やかな制限である職業活動の内容対応に対する規制によっては目的十分に達成することができないと認められることをまあ要するんだということで、これがあの学説からね、その規制の合理性をね厳格にまあ審査してるんだということで、まあ、厳格な合理性の基準だというふうにあの評価されてます。で当てはめにおいてもね、ものすごく厳格に審査しましてね、本当にそんな規制の必要性があるのかどうかということをかなり厳格に審査して、まあ、本件ではその規制の必要性合理性がないんだということでね、それでまあ意見に増してますね。厳格な基準を立てたらやっぱ厳格に合理性をね審査することになっていますね。厳格な合理性の基準を立てたら当然その規制の合理性厳格にまあ審査していくことになってきます。でね、そのちょっともうちょっと具体的な中身に入っていきましょう。この下まずね、いきなりこの LRA の基準を立てるんじゃなくて、まずはね判断枠組みの大枠をまあ提示しております。でここがよく受験生が難しいところだと思うんですけど、あの学説の違憲審査基準論と日本の最高裁の違憲審査基準論は全く別物で整合しません。むしろ、学説の違憲審査基準論っていうのはまずね歴史的には比較考量論だったんですよね。まあ、あるその、ね利益権利をまあ制約しようとするときに、その対立利益、まあ、その制約を正当化する対立利益がまあ、あるわけなんですけど、その制約が問題となっている人権とね、その対立利益とまあ比較考量して、どっちを優先させるかっていう、そういう比較考量の基準でその制約が合憲かどうかというのをやってました。ところが、まあ、それだと裁判官の、ね、恣意的な判断にまあ流されてですね、良くないだということで、そこで二重の基準論というのがまあ提唱されてね、で精神の自由と経済の自由でまず基準を使い分けて、でさらにその精神の自由でね厳格な基準ってことになった時でも、その中でも例えば明白あの内容規制だったら特に厳格に審査するってことで、明白かつ現在の危険の基準とか、その内容中立規制だったらね、その LR の基準とか、まあ、いろんな具体的な審査基準論がどんどんあの発展してきたんですよ。まずそれが学説です。で日本の最高裁はどういう考え方に立ってるかっていうとですね、あの学説を一部取り入れてるんですけど、学説をそのまま取り入れてないから、すごくそこを理解したいと分かりづらいんです。で今日紹介する判例を見ることによってね、判例の審査基準論というのがよく分かると思うんですけど、判例はねまず基本的に比較考量論なんですよね。ただその比較考量論だけだとちょっと恣意的に判断に流れそうだっていう時に初めてね、その学説の審査基準を付け足してるんですよ。でこの判例なんかが典型的なんですけど、まず比較考量論を展開してね、学説まずこんなこと絶対やんないんです。比較考量論と違憲審査基準論はあのこう一緒にこう使うものではないからね、こういう形ではやらないんですけど、判例はどんな事案でも必ず比較考慮してるんですよ。まずでその比較考慮だけで問題が解決できるんだったら審査基準にあえて踏み込まないの。精神の自由だから LRA とかね、目明かず現在の危険だとかって形で踏み込まないんだけど、まあ、慎重に判断する必要があるような事例だと、その比較考慮の話からさらに踏み込んで審査基準を立ててですね、判断することになるんですよね。まあ、そういう感じのところでね、判例と学説随分違うんですね。でこの点もしあのそういうところ興味ある方はね、これ法律事法、これ2019年のね、今日まああの6月の今日何でしたっけ、今日2日か、あのこれ5月号なんですけど、6月になっちゃったからもうこれバックナンバーになっちゃってもうすでに6月号発売されてると思うんですけど、このまあバックナンバー5月号ですね、2019年の5月の法律事法のところにですね、いろいろこれそのね判例に現れている違憲審査の施行方法ということで、まあ、その判例の審査基準をいろいろ解説、まあ、してくれてるんですね。でその中で今私が話したね、あのその、比較考量とね、その審査基準論を合わせてるのが日本の最高裁なんだっていうのは、まあ、これ結構難しい話、いろんなところに書いてあるんですけど、まあ、ここは58ページのところでね、利益考量論と審査基準論の間、上田先生がね、あの上田健介先生がまあ書かれておりますけどね、上田先生は
書かれてる、そこのありますね。でこれ全般的にまあこの記事だけじゃなくてね、まあ、全部読むと、まあ、最高裁の判例っていうのがどういう考え方に基づいてね、まあ、そういうことをやってるのかどうか、ちなみにこれ書いてあります、あの文献、あのここそのね、今の上田先生の記事ではないんですけど6ページのところね、さっきあのちょっとちらっと実は触れてたんですけど、厳格な合理性の基準ってあのさっきやったじゃないですか、6ページのところ、私のレジュメのね、でこの一番最後の中のところの一番最後の行、法律事項2019年5月号で、ここはねあのその今の上田先生のところじゃなくて、あの木下先生の、ね、記事76ページのところ参考にして別のところなんですけどね、まあ、この法律事項の5月号ねバックナンバーでゲットできればいろいろ勉強になるんですね、まあ、結構難しいこともいろいろ書かれてるんでね、あの、まあ、よほどあの好きな人じゃないとね最後まであの読めないと思いますけどもまあそんな感じでね、まあこんな文献がありますよということです。では続きいきます。でね、この11ページのところ、これがあの薬事法違憲判決で、まずここね比較考慮してます。ここ比較考慮ね、いきなり最終的にあの LRA 厳格な合理性の基準立てるんですけど、いきなりそこ行かずにね比較考慮するのね。でここがもう学説の審査基準論と違うからね。でよくあの学説で審査基準論をもうバリバリ厳格に取ってる先生は基準立てるところで対立意義見ないんですよ。それなんでかって言ったら、だって二重の基準からしたら当たり前なんですよね。精神の自由か経済の自由かでまず厳格審査基準なのか合理性の基準なのかで分かれてさ、でその後その内容中立規制ならまあ LRA 内容規制だったら、まあ、目安現在の危険みたいな感じで対立意義一切見ないままですね、ある意味機械的にあの基準があの決まっていくんですよ。それに対して日本の最高裁はあの、まあ、これもね先ほどの上田先生の記事のところにまあ書いてあるんですけど、まあ、日本の最高裁っていうのはやっぱその裁判官というのは目の前の事件を処理するために、ね、やっぱ具体的なことをいろいろ考えてるんだと。その時にその事案を見ないでなんかアプリより的にね、要は機械的に、その基準を決めるってことに関してはなんか裁判官は本能的にまあ抵抗してるんだというようなことがあの書かれてますね。なのでまずは比較考慮、その事案をしっかり分析して比較考慮を増して、でそこだけで結論が出るんだったらそこで終わり、だいたい必要かつ合理的な規制として合憲だってだいたいやってるんだけどね、比較考慮で終わっちゃう。でもさらにこう踏み込んだ審査が必要な事例の時はさらにね、この審査基準論を参考にして付け足してる感じね。でこの判例がまさにそんな感じの判例ですね。あと今日はやりませんけど、例えばあの淀号のね記事のハイジャックあの事件あるじゃないですか、あれも先に比較考慮やってるんですよ。でその後いわゆる相当の蓋然性の基準っていう形でね、結構厳しいあの基準立ててるんですけど、まあ、そういう連絡判例をまあ理解をするとね、あの学説の審査基準とは随分違うんだってことを分かって、いれば判例が読みやすくなるのかなっていうふうに思いますね。ですので判例は基本ね基準立てる前にやっぱ対立利益を見ちゃうんですよね。比較考慮がスタートになってるんでね。でしかもそこで終わりでよければそこで終わりにしちゃうから比較考慮のところでね。であの判例たまに短い時あるんですよ。なんか比較考慮してんのっていうのがね、あの分かりづらい時があるんだけど、それはねあのもうその制約が問題となっている権利が大した権利じゃなくて、しかもその制約を正当化する対立意義が大事なものであるときは、まあ、厳格なその、ね、要は厳密に比較考慮しなくても当然合憲だろう。そういうときね、 あえてその比較考慮していることを明確にあのしないまま必要かつ合理的な規制で合憲っていうふうにやってるんだけど、あれもただ明示されてないだけで比較考慮してるっていうのは言われてるのね。この手間の上田先生 の記事のところには書かれてますけどね、調査官解説を最高裁の調査官解説をあの分析してくれてるんですけどね、まあ、そんな感じであの理解を、ね、しておくと、判例が読みやすいんじゃないかというふうに思いますね。でここがね11ページのところ、ここがまあ比較考慮のところなんですけれども、11ページの2つ目のブロックの 2段落目のところに言いましょう。で線引ちょっと長いんで線引いてるところだけいきます。憲法22条1項は何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有すると規定していると。論文試験でもねこれ大事ですね、条文からまずスタートするっていうところね。まあ憲法22条1項、何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有すると。で職業は人が自己の生計を維持するためにまあ継続的活動でね、で2行した、各人が自己の持つ個性を全うすべきはとして個人の人格的価値とも、ね、不可分な関連を有するものだと。で2行した、選択した企業 の遂行自体、原則として自由であることがまあ要請されると。したがって、その右規定は競技における職業選択の自由のみならず、職業活動の自由、要は営業の活動、営業の自由ですね、まあ、職業活動の自由、営業の自由の保障もまあ包含していると返すべきだと。で最後の行ね、ここちょっとメモしておいてください。これ担当でピンポイントでこの行と次の行の、ね、2行だけ聞かれてるんですけど、問2の1って書いておいてください。この11ページの一番下の行、たった2行だけのところなんだけど、これ担当でピンポイントで聞かれてますんでね、問2の意でちょっとこう読んできますと、職業は主として経済的な活動であって、その性質上社会的相互関連性が大きいと。で次の行ね、であるから精神的自由と比較して公権力による規制のまあ要請が強いんだということですね。ちなみに先に問2の意気になるんだったらちょっと見ちゃいます。問2の意を見てください。後ろの方に過去問ついてますんでね、さっきのね問題1の次の問題2の意のとこね、で問題2の意のところをちょっと読みますと、憲法22条1項が公共の福祉に反しない限りという留保を伴っているのは、あ、これ勝手に皆さんが考えるんじゃなくて、
柱書きに判例の趣旨ね、最高裁の判例の趣旨っていうことで判例の理解聞かれてますからね。でもう一回いくと、井の足、憲法22条1項が公共の福祉に反しない限りという留保を伴っているのは、職業活動は社会的相互関連性が大きく精神的自由と比較して公権力の規制の要請が強いことを強調するためだと、ほぼそのまま書いてありました。先ほど の薬事法事件のところね、まあそんな感じのところです。じゃあまた戻ります。12ページのところ戻ってください。で今度ね、12ページの、2行目のところからですかね、まあ、職業の多様性に応じ、規制を要求する目的もね、その社会政策経済政策上積極的なものから、安全の保障や秩序の維持など消極的なものまで千差万別、規制の対応もね、まあ、多種多様なんだと。でこの下の行、憲法22条1項に言うね、公共の福祉のため、としてね、是認されるかどうかはね、その規制が正当化されるかどうかは一律に論ずることができないということで、ここでまずね、比較考慮の考慮素を挙げてくれてるんだね。規制の目的、ちょっと太字にしてますけどね、12ページの、最初の1段落目のところの下から3行目ぐらいのところですけど、規制の目的、必要性、内容、制限される、職業の自由の性質ね、権利の擁護性とかも見ますね。だからさっき言った通り、そこでほら職業選択の自由そのものと営業の自由とでやっぱ差が出てくるわけですよ。ここのところでね、擁護性の程度が、それが基準の厳格度に影響するわけですよね。というわけで、制限される職業の自由の性質、内容、それから制限の程度を検討し、で、まあ、比較考慮するんだというところですね。でそこからね、まあ、ここで話を終わらせて当てはめしてもよかったんでしょうけど、本件は審査基準論を併用している感じなのね。比較考慮にプラスして、さらに審査基準論を併用してですね、この後いわゆる厳格な合理性の基準と言われているね、 LRA の基準に近いような基準を立てていきます。まあ、ちょっと見ていきましょう。それがこの次のね、2つ目のブロック見てください。見出しとしては、規制目的の二分論を意識した上での具体的な判断枠組みの提示っていうところですね。でこれ2段落目からいきましょう。でメモしといてほしいんですけど、ここはね、担当試験でもものすごく品質でして、このね、2つ目のブロックの2段落目のところは、問1あ、問2う、問4うです。バンバン聞かれまくってます、ここのところ。ピンポイントでこの審査基準論のところね、もう一回言うとね、この12ページの2つ目のブロックの2段落目、まあ、職業の効果性についてって書いてある、ここのピンポイント、この段落はね、問1のあ、問2のう、問4のうです。これ後で後ろでね、ちょっと確認しますけどね。そして先におまけで言うとね、最後の段落、ここは問2のうですね。最後の段落だけね、この3行ぐらいのところですけど、ここは問2のうで聞かれております。薬事法判決ってね、すごく大事な判例なんでね、考査員は、受験生にとってはちょっと大変かもしれませんけど、考査員はちゃんと原文を皆さんが勉強してるってことを想定してます、てか求めてますね。まあ、そんな感じでね、結構判例細かいところも含めて聞いてきますのでね、こういう大事な判例ね、決して誤解がないように言ってきますけど、全ての判例をこんな細かく読む必要はありません。試験で出ないからどうせ。なんで、その代わり試験で出てるようなやつというのは、やっぱ大事な判例ですのでね。まあ、こういうのが大事な判例って分かるんだから。そしたら、そこの判例はしっかりとね、学習をしていく必要が出てくるなと。で、あと同時にそれ論文試験でもやっぱ大事になってくるんでね。その判例を理解してね、それを踏まえて論文を書けるようにすると、それをやってない人と比べると随分点数良くなってね、合格しやすくなるな、っていうふうに思いますね。じゃちょっと見ていきますね。この12ページの2つ目のブロックの2段落目、職業の許可制について、一般に許可制は単なる職業活動の内容対応に対する規制を超えて、競技における職業の選択の自由そのものの制約を課すもので、職業の自由に対する強力な制限なので、合憲性を肯定するには原則重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するんだと。でこれ実質的関連性、学説のね、実質的関連性の基準でいうと、重要な目的というところに対応してます。この重要な公共の利益というのはね、重要な目的で、かつ判例ちょっともうちょっと緻密で、ここで必要かつ合理的な措置ってね、一回 LRA の手段審査する前にやるんですよね。でこれはその問題となってるね、人権制約が問題となってる権利と、その権利を制約することを正当化する、まあ対立利益があるんですけど、ここで一回比較考慮してます。でそこでそのね、権利の制約が正当化できないということになると、この段階で LRA の審査をするまでもなく、その当該規制に必要性合理性がないっていう理由で違憲になりますから。で薬事法の判決は後で見ていくと分かるんですけど、実はこの段階で違憲の結論が出せる事案でした。だけど仮に必要性合理性があるとしてもってことで、慎重に手段審査してるんですよね。でも判例をこの後当てはめのところを見ていくとね、本件のポイントは必要性合理性がないっていう理由で、要は立法事実を結構厳格に今審査しましてね、その規制の必要性ないでしょってことで、それで違憲にしてるような判例ですね。あとその後一応こう暴論的な感じにはなっちゃうんだけど、仮にって形で LRA の審査をしてね、でもっと緩やかな手段あるじゃないかってことで付け加えてるような感じの、そういう理論構成になってますね。まあ、後でご紹介します。まあ、そんな感じでもう一回、大事なんでもう一回いきますね。担当でも品質だし、論文でもここだから、論文で判例踏まえていくにはまずここちゃんと押さえておかないといけないんですよね。
まず職業の許可制についてね、一般に許可制は単なる職業活動の内容対応に対する規制を超え、競技における職業の選択の自由そのものを制約するということでね、強力な制限なんで合憲性を肯定するには重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることをまず要するんだと。ここがまず一つポイントになります。 LRA に飛びつかないでください。まずここのところがポイントになります。でこの点ね、さっきの交流市場事件あったじゃないですか。あれも実は距離制限で許可制の事案なんで、ここまでは一緒なんですよね。ただ小売市場の事件はね、こういうことをまだ当時言ってなかったんです。だけど小売市場事件も結局距離制限で許可制の事案なんで、実はここの今のポイントの1個目までのところは実は差がないんですよ。小売市場事件の事案と、このね薬事法違憲判決の事案とでは差がありません。じゃあどこで差が出るのかというと、このね2個目のポイントになります。でこれが消極目的だと LRA になるんだということで、ここを捉えて学説の方は日本の最高裁はね、まあ小売市場事件と薬事法のこの判決を、まあ、見る限り規制目的に分論を取ってんだと。積極目的の時は明白の原則で、消極目的の時は厳格な合理性の基準を取ってるんじゃないかって当時、まあ、分析してたんですよね。というわけでこの下が2つ目のポイントになるんですけども、またそれが社会政策ないし経済政策上の積極的目的の措置ではなくね、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害防止のための消極警察措置である場合は、許可制に比べてより緩やかな制限である職業ない活動の、ね、内容対応に対する規制によっては、ね、その目的十分に達成できないと認めないことを要するんだということで、ね、これが2個目のポイントで、ここが LRA 規制になっています。でその手前の、ね、1個目のところは実は小売市場事件は明確に明示してないんですけど、実は小売市場事件と全く一緒なんですよね。あちらにも打倒しちゃうんです。だからどこで小売市場事件との差が出るかというと、やっぱこの消極目的の時に LRA を使うというところなんですよね。というわけでこのところがポイントになります。で最後の段落のところですが、ここは担当でね、さっき言った通り問2の腕も聞かれてるんですけど、この要件は許可制そのものについてのみならずね、その内容についてもまあ要求されるのであって、許可制の採用自体がね、是認される場合であってもね、個々の許可条件、例えばほら何百メートルとかさ、700メートル以内ダメよとか、500メートル以内とかダメよとかさ、あるいはその地域でね10年以上商売してる人じゃなかったらダメよとか、まあ、いろんな許可条件の付け方ができるじゃないですか。そういう個々のね、まあ、許可条件についてさらに個別的にその右の要件ね、上のそのね2つポイントをご紹介しましたけど、その2つの観点からきちんと厳格に審査しろというような話になってるんですよね。非常に慎重に審査しなさいという感じになっております。でちなみにこういうの分かってるとね、そのうち皆さんね、論文で司法試験の過去問をやるようになると思うんですけど、平成26年と平成30年特にね、30年の出題の人が採点実感ね、今のこの話を思い出してもらえると本当に読みやすくなると思います。逆に言うと今の話分かってないで多分趣旨と実感読んでもね、多分大事なところは読み取れないんじゃないかと思うんだけどね、今の話を覚えておいてもらって、で平成30年のね、司法試験の方ですけどね、出題の人採点実感の経済の自由のところをね、読んでもらえると本当に理解が深まると思いますよ。で経済の自由は絶対得になると思います。まあそんな感じでね、まあ機会があるときにちょっとやってもらえればというふうに思いますね。さてで今度当てはめしていきます。非常に厳格に当てはめしてるんですけどね、13ページのとこです。で、2段落目からいきましょう。まずね、目的がね、消極目的だっていう認定をしております。2段落目、まず薬事法6条2項4項の適正配置規制の目的は、市として国民の生命健康に対する危険の防止という消極警察目的のためのね、ものであり、でまずね、その目的は OK だって言ってんの、公共の福祉に合致するから OK なんですよという形で、目的審査は結構あっさり終わりしちゃってるんですよね。でこの後ね、手段審査結構厳格にやってます。でいきなり LRA に飛びつかないんですよ。さっき言った通りまだポイント1がまだクリアされてません。その必要性合理性をね、しっかりと見ていくんですけど、それがこの次にっていう段落になります。でさらに先取りするとね、その次の仮にっていう段落が、ここが LRA 審査なんですよ。1個目のポイントのところでね、必要性合理性がないって言ってるから、実は LRA の審査をしなくてももうこれ違憲っていうふうに言えるんですけど、これ結構慎重にね、丁寧に判断してくれましてね、仮に必要性合理性があんだとしてもね、 LRA の観点から来てもやっぱりこれダメなんだよという形で、ダメ出ししてる感じね、さらにこう追い打ちをかけて違憲だというふうに言ってる感じね。これさっきのさ、小売市場事件と全然当てはめの時の審査ミスと違いますよね。でこれが立法裁量をどこまで尊重するかって話なんですよね、ここのところ。じゃあちょっとまず次にという段落見ていきます。次にですね、その公権力がね、県側は、薬局の開設等について地域的制限が存在しない場合、薬局等が偏在しね、これに伴い一部地域において、その業者間に過当競争が生じね、公権力がこういう主張してね、規制が必要性合理性があって合憲だって言ってるんだけどね、過当競争が生じ、良質な医薬品の供給を妨げる危険が生じされると論じてるんだということね。これ憲法の答案書くときに参考になりますよね。あ、なるほど、公権力があってこういう主張するんだなということでね、ちょっともう一回いきましょうか。その地域的制限が存在しない場合、その一部地域において業者間に過当競争が生じ、良質な医薬品の供給を妨げる危険を生じさせると論じているんだと。ちなみにさ、これすごく抽象的ですよね、この主張。これ明白の原則だったらね、多分合憲になってたんでしょうね。
一応、まあ、合理性がないとも言えないしね、不合理であることが明白とも言えないって形で、多分明白の原則だったら、これぐらいの主張を貢献力側の方がね、やってくればね、多分合憲だったんだけど、今回はそういう基準でやってないから、そうはいきません。もっと厳格に審査します。当てはめのところ、これがしかし以下です。しかし、果たして実際上どの程度に、じゃね、こんな感じで本当に審査するんですよ。実際上どの程度そのような危険があるか、必ずしも明らかにされていないのでありね、明白の原則はね、明らかにする必要ないんですよ。不合理であることが、著しくね、不合理であることが明白じゃないけれども合憲なんでね、ここまで立証する責任はないんですけど、厳格な合理性の基準が適用される場面では、貢献力がこういうことを言っていかないといけなくなります。というわけで、しかし、果たして実際上どの程度、どのような危険があるかは必ずしも明らかにされてないのでありね、ことにね、この、常時行政上の監督と法規制に対する制裁を背後に控えている一般の薬局との経営者、特に、薬剤師が経済上の理由のみからね、あえて法規違反のね、いとまに出るようなことは極めてまあ異例だと。で、これ貢献力側の主張なんだけど、これ全部潰すんですよ。競争の激化で、その結果、経の不安定が生じて、でその後、法規違反というね、まあ、因果関係に立つ不良薬品の供給の危険が、薬局等の段階において相当程度の規模で発生する可能性があるとすることは、単なる観念上の想定。明白の原則だとね、この観念上の想定でも、まあ、合憲になる可能性非常に高いんですけど、厳格な合理性の基準でやった場合ダメです。こんな観念上の想定ではダメでね、本当に具体的な立証がされないとダメなんですよね。というわけで、単なる観念上の想定に過ぎず、確実な根拠に基づく合理的な判断とは認められないけどね。でこの時点でも必要性合理性がないって言ってるのと同じなんで、 LRA の審査をするまでもなく、この規制も違憲なんですよ。だけど最高裁ね、仮にってことでLRA の審査もしてます。まあ、ここは暴論部分というように評価されてるんですけどね、実際ここでも結論出せるんでね、暴論部分で評価されてるんですけど、まあ、仮にってとこ見てください。仮に右に述べたような危険発生の可能性を肯定するとしてもね、仮にまあその規制の必要性と合理性があるんだとしてもですね、その手段を見ていきます。行政上の監督体制の強化等の手段によって有効にこれを防止することが不可能だろうかという、まあ、問題が生ずるでしょう。ここを検討しないと、ね、いけないんだということで、慎重な態度をね、取ってますね。まあ、基準に即してやってるだけですけどね。でその次、その県側がですね、薬事監視員の増加には限度がありね、したがって多数の薬局等に対する監視を徹底することは実際困難だって主張してます。しかし、この後、例えば薬局等の偏在によって競争が激化している一部地域に限ってね、重点的監視を強化することによっても実効性を高める方とはありえないわけではなく、でその後、医薬品の貯蔵その他管理上の不備等は、不時の、ね、立ち入り検査、まあ、要は不意打ちで、ね、立ち入り検査をすることによって比較的容易に発見できるんだろうと。さらに下から2行目、医薬品の製造番号の抹消操作等による不正販売もね、これ貢献力側が主張してたんですけどね、この乱立しちゃうとね、こういうことを薬局がやるんじゃないかってことを言ってたんだけど、まあ、そういう不正販売もこれはむしろ薬局の段階で生じたというよりはね、それ以前の段階、要は加工の段階でやってんじゃないかと、ね、薬局やったら決めつけられないだろう、薬局やるってそんな言い切れないだろうというところまで結構厳格に審査してるんですよね。でそんな感じで次のページですけども、まあ、供給業務に対する規制や監督の励行等によって防止しきれないような、ね、もっぱら、薬局等の経営不安定に由来する不良薬品の供給の危険が相当程度において存ずると、ね、断じるのは合理性を欠くんだということね。というわけで、この最後の総まとめのところね、まあ、必要性合理性がないんだということで、まあ、最後はこの必要性合理性がないんだということを言ってね、そんな感じで以上よりね、結論としては最後のようですけど、22条1項に違反してね、この規制違憲で無効になっちゃうんですよという形でね、この人に対しては規制の効果が生じないんだというようなね、結論になってくるということになってきますね。というわけでね、この小売場事件とこの薬事法の、ね、違憲判決、まあ、まず基準が違うってことをしっかりと押さえて、でその理由ね、立法裁量をどこまで尊重するのかという問題、そしてその基準を立てた後の当てはめの仕方も、まあ、随分こう違ってくるんだなというところ、これが判例なのね。なんで今日授業の最初にね、まあ論文試験でさ、判例を踏まえて、まあ、論じろということが求められてるんですけど、こういうことを意識して論じなければいけないのね。だから例えば、ね、明白の原則立てるときに大した理由も立てずにさ立てちゃって、でしかも最悪当てはめ厳格にこうやってやっちゃったというようなことになったら、もう何一つ憲法分かってないってことになりますよね。もう最悪のことばっかり全部こう、こうね、合わせセットにしちゃったような感じになっちゃうからね、そういうことをやらなければいい。この判例のね、この趣旨を踏まえて、まあ、事案を分析してね、適切な判断枠組みを立てて、でその自分が提示した判断枠組みの、まあ、が想定している審査密度に応じてですね、当てはめをね、まあ、していくという感じね、そういうふうにやっていくと、まあ、判例を踏まえた答案ができるんだということになってきますね。でもう一つ大事な判例がありまして、それが15ページのところになります。でこちらはね、酒類販売の免許制で、これはね、まあ目的二分論を取ってない判例でして、でこのね、まあ、平成4年に出てるんですけど、この判例以降ね、最高裁もあんまりね、積極目的とか消極目的だってことを明示しない傾向になってきちゃったんですよね。なんでそういう判例を踏まえるとね、
これはまあ結局推測するしかないんだけどね、判例はっきり最高裁はっきり明示はしてないんだけど、判例は目的だけで基準を決めてないんだと。結局ですね、その権利の性質とか規制対応とかも踏まえてね、まあ、目的ももちろん踏まえますけど、まあ、そういうところを踏まえて適切にその事案ごとに基準を立ててるんじゃないかというふうに分析されるようになったんですね、まあ、そういう大事な判例になります。じゃあ見ていきましょう。15ページね。ちなみにこれね、担当で超品質なんですよ。この2つ目のブロックはちょっとメモしておきましょうか。2つ目のブロック先に4枚に、ね、メモしておいてもらうと、問1う、問3あ、問6あ、問6い、問6うで、最後の3つ目のブロックは問3あ、結構品質です。この判例すごく大事な判例なんですね。そういう意味でね、その二分論を取ってないっていうことを推測させる、まあ、判例なんで、非常にね大事な判例です。もう一回言うとね、この2つ目のブロックのところは、問1う、問3あ、問6あ、問6い、問6うです。で、最後の3つ目のブロックは、まあ、問3あですね。まあどっちも大事なんでね、両方押さえておかなければいけないんですけど、まあ、ここのところが理解できてると担当はスラスラスイスイ取れるようになりますね。じゃあちょっとね、中身を見ていきます。まず1個目のブロック、これ概要です。酒類販売業の開設申請に対し、税務署長がね、酒税法の免許拒否事由で、これが経営の基礎が薄弱だというのがね、免許の拒否事由なんですけど、経営の基礎が薄弱な人に販売業をさせてしまうとね、国の方が最終的に酒税を回収できなくなってしまうんですね。なんでそういう意味で酒税を確実に回収するためには、税金を納める前に潰れられてしまったら困るんでね、まあ、そういう面で、まあ、経営面のところをちょっと許可要件にしてるんですよね。まあ、そんな感じでもう一回、税務署長が酒税法の免許拒否事由、かっこ経営の基礎が薄弱に当たるんだということで、免許の拒否処分をいたしました。で、まあ、これが、ね、合憲性問題になりました。で、最高裁はっていうところですけど、国家の財政目的だ、積極目的、要は弊害防止っていう消極目的でもないし、弱者保護っていうね、積極目的ともまた違った、国家の財政目的っていうのを挙げてるんですよ。なんでこの段階でもこの判例の常識としては、もう二分論取ってないというふうに言われてます。この判例少なくてもね、積極消極っていう目的は示してないっていうのが基本的な理解になりますね。というわけで、国家の財政目的のための職業の許可制は、立法府の判断が政策的技術的な裁量の範囲を逸脱するものでね、著しく不合理、これは要は明白の原則ですね、著しく不合理でないものである限りね、22条1項に違反しないんだってこと で、その後当てはめもあっさりやっちゃってね、で合憲にしてます。まあそんな感じね。でこの下見ていきましょう。実際ここが判断枠組みの定律のところですね。まあ明白の原則立ててるところの論証なんですけども、まずね、途中のところまで薬事法判決と一緒、薬事法判決2つポイントがあるって言いましたよね。まず1つ目はね、途中まで一緒なんですよ。一般に許可制は職業の自由に対する強力な制限、これ全部薬事法判決引用して論じてます。で、原則重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることをまあ要するね、ここで薬事法判決を参照してるんですよね。ですが、この後また租税は多様な機能で、国民の租税負担を定めるについて、財政経済社会政策国政全般から、要はね、立法裁量が広いんだってことを多分言いたいんだと思うんだけど、まあ、総合的な、まあ、政策判断を必要とするばかりでなく、課税要件等を定めについても極めて専門技術的な政策的、技術的な、ね、判断に委ねるほかなくね、裁判所は基本的にはね、裁量的判断を尊重せざるを得ないと、これでサラリーマン税金訴訟判決をさらに引用しております。まあ、以上のことからするとね、まあ原則許可制ってやっぱね、厳しく見ていかなければいけないんでしょうけど、こういう税金絡みの、ね、ものに関しては非常に専門的な判断が要求されて、まあ、立法裁量広くなるんだという趣旨なんだと思うんですけど、以上のことから、租税の適正かつ確実な負荷徴収を図るという国家の財政目的、ね、のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性についての立法府の判断が、その政策技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限りね、違憲にはなりませんよという形で、まあ、明白の原則とも言えるような非常に緩やかな基準、ね、立法裁量が非常に広いんだと、こういう税金絡みのものに関してはね、財政絡みのことに関しては立法裁量が非常に広いんだということを理由にですね、許可制であるにもかかわらずですね、こんな緩やかな基準を立てちゃってるということになります。で、こんな緩やかな基準を立てちゃった以上は、当てはめはもうやっぱ抽象的にやらざるを得ないんですよね。それだけもう立法裁量を尊重するっていうことを言ってるわけなんでね。で、当てはめこんな感じです。判断枠組みに即した具体的検討ですね。酒税法は、酒税の確実な徴収とその税負担の消費者への円滑な転嫁を確保する必要から、酒類の、ね、製造販売業の免許制を採用したものと解されるが、立法事実に着目してます。当初はですね、まあ、日本もお酒をこう、ね、飲む人が多かったんで、酒税が国税に占める割合が、まあ、非常に高かったんですが、まあ、最近皆さんも感覚的になんか世の中お酒飲む人が減ってるような感覚しません？というわけで、その酒税が、ね、国税に占める割合、相対的にまあこう下がってきてるんですよね。で、そうするとこうちょっと考えてもらいたいんですけど、これ規制の必要性と合理性を基礎づけているものって何ですか？免許制にする必要性っていうのは、要は酒税の確実な徴収ですよね。
でそういう点でそれが正当化されるにはやっぱりその酒税っていうのが国税に占める割合が、ね、大きくて大事だってことが言えないと必要性合理性が基礎づけられないんですよ。そんな制約を正当化するような、ね、必要性合理性が基礎づけられません。そこで、これ合憲だっていうことを、まあ、言うために、ね、立法実がまあ変化して、ね、今酒税が大したことないんだからそんな大事な営業の自由を制約することが、ね、正当化されるような利益ではないんだ、そういうような、ね、主張が展開されるはずなんですよね。だけど最高裁はこんな感じです。当初はこの今のブロックの2行目の終わりの方からですけど、当初は立法実の変化に今着目してるんですけど、当初は酒税の適正かつ確実な付加徴収を図るという重要な公共の利益のために取られた合理的措置であった。でその後社会状況の変化と酒税の国税全体に占める割合等が相対的に低下するに至った本件処分当時においても、でもまだね、あの相対的には下がってるんだけど、でもまだ酒税は大事なんだと酒税がなくなったらやっぱちょっと困るんだということだと思うんですけどね、まあ、それでもまだね必要性合理性を失うには至っていないんだということで、結論としては著しく不合理じゃないんですよということでね、これでこの規制免許制合憲に増しているということになってきます。でこれ以後ね、これまあ平成4年判例でまあ一番あのこの分野のねリーディングケースで判例白書にもまあ載ってる判例なんですけど、その後あのまあ平成10年とか14年とかね、逐次あのこれとまた同じようなあの事案が最高裁で出てるんだけど、立法実ってやっぱ変わってきそうじゃないですか。その酒税で、まあ、お酒飲む人がまあ減れば減るほどさ、この立法を支える必要性合理性が、ね、基礎づけられなくなってくるから、その制約を権利の制約が正当化できなくなってきてですね、その規制立法違憲になっちゃうんだけど、でもまだなおねあのこのまま同じような判例が続いております。だから今後どうなるかですよね。本当にこう誰もお酒を飲む人がいなくなってしまうとね、当たり前だけどその酒税の確保のために営業の自由は制約すること正当化できませんから、必要性も合理性もないってことになっちゃうからね、立法事実を支える社会的なその、ね、理由がなくなってしまいますので、まあ、変わってくるんでしょうけど、まあ、現時点ではまだねあのここのところの立法事実が正当化されているような、まあ、状況にあるというふうに考えられますね。最後の中のところを見てください。酒税の、ね、国税全体に占める割合が高く、まあ、酒税を確実に徴収する必要があるとの立法実が今なお、ね、まあ、相対的には下がってるんだけど、でもまだなお大事な税金だというのが、まあ、最高裁の認識なんだと思うんですけどね。まあ、そんな感じで今なお存在することを前提に、ね、規制の必要性合理性をまあ肯定したと、著しく、まあ、不合理じゃないよということで、ね、それでまあ合憲にしてるんだという判例だというふうにあの理解をしておいてください。まあ、世の中変わってくると、ね、また将来判例変更の可能性ありますけどね、現時点ではまだこういう考え方が維持されているという状況であります。でこの理解がされてるとね、あのこれほらさっき言った通りあの担当ですごい品質なんですよ。この判例すごい大事な判例だからね、規制目的二分論にまあ触れてないでしょ。その点ですごくあの大事な判例なんですけどね、まあ、先ほど言った通りね、とても大事な判例ですからしっかり理解をしておいてほしいなというふうに思いますね。さてで今度ですね、16ページ、これ先ほどちょっと予告しましたけど、16ページの1個目のブロック、タバコ小売業の距離制限、これね、あの小売商事件と全く同じなんですよ。価値判断が要は弱者保護ですね。あのもうこうね、共に小規模でこうやってるような人だから、共倒れで倒れられてしまったら困るんだということでね、まあ、弱者保護の要請から、まあ、明白のまあ原則立ててね、積極目的ってことを認定してね、で明白の原則立てて、まあ、合憲にしてるんです。でこの理解があると、てかここまで理解してないとあの担当試験正解できないようなシステムになってるんですけどね、あの、まあ、ここでいや小売市場事件と似てるんだと、同じ理論構成をしてるんだっていうのが分かってると、あの担当が正解できるシステムになっております。これ後でやりますけどね。でこれはね、問い後の足がこれ D ってなってるんだけど、 D って書いておいてください。この問い5はね、あの ABCD って形で穴埋めさせる問題だったんでね、この D、アルファベットのね ABCD ですね、問い5 D、これがね、小売市場事件と事案が似てて同じ理論構成ね、積極目的認定して、で明白の原則で合計にしてるというのは分かってたら正解できる。逆に言うとこういう理解をしないで丸暗記しても多分正解できない問題だと思いますけどね。経済の自由の分野っていうのはね、まあ、精神の自由のところもそうなんですけど、判例の理解はね、かなりあの深いものも求められてますのでね、あの担当試験でもね、まあ、で論文試験だからなおさらなんですよね。まあ、そんな感じでしっかりとね、こういう根本的なところをね、押さえてほしいなというふうに思います。あとはね、あのこの司法書士事件は2段落目のところが問3のうですね。司法書士はね、あの要は資格がない人をやっちゃうと罰せられちゃうんですけどね、まあ、そういう意味でまあ、ね、資格がない人が、ね、営業の自由できないことになってますけど、そういう点で営業の自由の制約なんですけどね、まあ、その憲法適合性が問題になりました。で、司法書士法のやつ、あそうか、小売場事件のやつを説明しないとしょうがないから、小売場、このタバコのやつちょっと見てください。ちょっと簡単に説明していきますね。さっきまあ小売市場事件の時に先説明しちゃったんだけど、まあ、もう一回ちょっと一応説明していきます。タバコ小売業の距離制限って見出しのところでね、中身ですけど、
製造タバコ小売業の適正配置規制ね。タバコ屋さんってさっき言った通りは本当に個人の店しかないでしょ。だからもう弱いんですよ、非常にね。大きな大型タバコ店でないでしょ、まあ、そんな感じで、その適正配置規制の合憲性が争われた事件において、最高裁は同規制は製造タバコの小売人には零細経営者が多いということね。だその点であのさっきのね小売千葉事件と同じなんですよね。零細な人がまあ多いんですよ。で、そういうことから、それからさらにタバコの場合この身体障害者の開業に、ね、特別な配慮がまあされてるんだと、まあ、その辺が考慮されてまして、まあ、最終的にはでも小売員法ね、だこの点で積極目的なんですよね。その先ほどの小売千葉事件と同じでね、というわけで積極目的規制を認定して、でこの小売千葉事件を、ね、あのちゃんと参照してるんですよ。ちゃんと判例の年月日をまあ上げて、それで明白の原則でね、一時不合理であるとかは明白ではないんだということで合憲としてるんだということになってますね。というかこういう弱い人を、ね、保護するっていう点でまあ共通してるんでね、同じ理論構成、同じ積極目的に認定して判断枠組みの点でも同じ理論構成で明白の原則立ててね、で当てはめもまあ緩やかに審査して、それで合憲にまあしてるんだということになってきますね。でこの理解があれば、あの後で担当の問題問い5の D はもうすぐ正解できるとここの理解があれば、ね、この理解がないと多分間違えると思います。あのその前のページのね、多分修正法の判例をねと間違えちゃうと思うね。なんかうまく作ってるなと思いますけどね、まあ、ちょっと後で今見ていきますけど、この理屈ね、どの判例を引用してるのかとも聞かれてるんですよ。タバコの事件は小売千葉事件を、ね、引用してる、事案が似てるんで小売千葉事件を引用してるっていうのが分かってて初めて正解できます。そこが分かってないと多分あのさっきの修正法の判例だと思ってね間違えます。で今度司法書士の方ですけども、これはあの二段落目のところ、これ問い3の打ってね、横にまあメモしておいてもらって中身を見ましょう。最高裁はね、こちらの薬事法事件判決を参照してね、こちらの事件では薬事法の方をね参照して、で、まあ詳細な理由を別に単にね、登記制度が国民の権利義務等ね、社会の利益重大に影響を及ぼすことに鑑み、本件資格性が公共の福祉に合致し合理的なものだと述べてね、まあ審査基準論までだからいかなかったのね。日本の最高裁ってさ、比較公論のところで終わりにできるんだったらもうそれ以上審査基準論踏み込まないって言ったじゃない。だからそんな感じでここはもうあの比較公論のところで終わりにしちゃってます。薬事法事件ね、比較考慮の部分ね。あ、だからこの薬事法を参照してるんですけど、あの LIA のところを参照してないんですよ。その手前の比較考慮論のところを参照してるんです。で、まあ、今日はやんないんですけどね、まあ、結構判例を見てるとその薬事法事件判決参照してる時があるんだけど、 LRA のところまで参照してるのか、それともその比較考慮のところの手前のところを参照してるのかっていうのは結構大事なんですよね。でこの点こちらは比較考慮のところで止めてしまってね、別にあのこの LRA のところまでやってないというところね、まあ、そこまで踏み込まなくてもおそらくね、あの例えば弁護士でも司法書士でもそうだけど、無資格の人にじゃあそれね、あのやらせていいのかって話で、常識的にやっぱ資格があった人にやらせなければいけないんだろうなっていうのが最高裁のね裁判官の価値判断としてあったんだと思うんですよね。なんでまあそんな踏み込んで厳格に基準立ててまで審査するまでもなく結論を出せるんだってことで、そこでまあ比較考慮でまあ終わりにしたんじゃないかというふうにね分析することが可能ですね。まあ、もちろん論文対策上はね、あのこの三段落目の補足するとってとこですけど、まあ、今回の二分論明示してませんけどね、薬事法判決を参照していたことから、まあ、本件の資格性を、まあ、消極目的の、まあ、事例というふうに、ね、念頭に判断したんじゃないかというふうに思われますね。要は弊害防止ね、無資格の、まあ、人に、登記業務をやらせてしまってね、そこでヘマをしてしまった、でちゃんと工事ができなかったためにさ、その所有権とか失っちゃうね、国民がその被害を受ける可能性も出てきますから、まあ、そういう点で、ね、弊害防止ね、国民の財産権を守るっていう、そういう弊害防止のための消極目的、まあ、論文だったら私こうやってそれで書くかもしれませんけど、まあ、消極目的なんだということでね、そこで、その厳格な合理性の基準みたいなのを立てて、それであの、まあ、審査も、ね、厳格にやって、で、まあ、結論はその時次第だと思うんですけど、その事案次第だと思うんですけどね、まあ、合憲か違憲かというのを決めていくんだという感じになってくるんだと思いますね。ただ最高裁そこまでやってないと、この事案ではね、その比較のところで終わりにしちゃってるという話になります。あとね、担当知識になりますけど、公衆浴場距離制限事件、まあ、公衆浴場も、ね、最近数が減ってきてしまいましたね。皆さんあの自家風呂、大体お家にお風呂を、ね、あのこう持ってると思うので、公衆浴場の数も随分減ってきてしまいましたけども、公衆浴場の距離制限が、ね、やっぱ22条に違反するかっていうのが、まあ、問題になったのがあります。で歴史的な流れなんですけど、まあ、担当試験で引かれるんでね、ちょっとご紹介しますと、2段落目、まずね昭和30年判決なんですけれども、そういうね公衆浴場お風呂屋さんの適正配置規制はね、距離制限は公衆浴場の偏在乱立を防止して国民のね、この国民保険と環境衛生を図るためのでもので、ね、公共の福祉に合致するんだということで、まあ、合憲だと。でこれ国民、まあ、保険と環境衛生、ね、これ守るためってなってるから、おそらく、ね、国民の生命、まあ、生命ってちょっと言い過ぎかもしれないけど、まあ、健康とか、ね、身体とか、まあ、そういうところを保護するためのものなんでね、そういうところの、その無制限に許すことによってね、そういう国民の生命身体が害されることをね、まあ、健康が害されるようなことを防止するということで、おそらくは消極目的だというふうにあの、考えることができると思うんですけど、まあ、消極目的だというふうにあの評価されてますね。でその後ちょっと判例に変化が
がありまして、次平成元年、平成元年2つの最高裁判決が出てまして、この2つの判例が担当試験で引かれてます。元年のね、この1月判決と3月判決があるんですが、まず元年判決ですね。最高裁って大法廷は1個しかないけど、小法廷って3つありますよね。でそれぞれ別の小法廷で出た判決なんですけどね、同じ年に出たんですけど、ちょっとね違うんです内容が。でこれが担当で引かれてるんですけど、平成元年1月判決はですね、適正配置規制を公衆浴場業者が経営の困難からね、廃業転業をすることを防止して、で健全で安定した経営を行えるんだということで、まあ、要は経営者の保護なんで、これはまあ積極目的ですね。まあ、そんな感じで郡山市場事件を参照いたしまして、で明白の原則立ててね、それで合憲にしているという状況でありました。でその後同じ年のですね3月判決、まあ、別の小法廷から出たものなんですけど、こちらね積極と消極両方の目的認定してるんですね。ちょっと見ていきますと、平成元年3月判決は国民保険、環境衛生の確保、この点はこの昭和30年判決と一緒で、それにその上の元年の1月判決を加えたような、要は30年判決と元年の1月判決のいいところ取りをね、まあ、して、ですね積極消極両方のまあ目的ですね、既存のまあ業者も保護してるんだってことで、消極積極両目的をまあ認定して、でこれね基準立てないで必要かつ合理的な措置で合憲だと、まあ、厳格に審査するまでもなくね、まあ比較考慮論で勝負できるんだろうなってことでね、おそらく審査基準論まで踏み込まないでね、比較考慮の段階で結論出しちゃったと思うんですけど、まあ、必要かつ合理的で合憲だというふうにやってますね。こういう時ね、論文試験だと困るんですよね。積極と消極の目的合わさった時にさ、論文だとやっぱ基準立てないと点数悪くなりそうでしょ。今までの出題の人が採点実感ね見た時にね、だから、まあ、そういう時に、まあ、権利の、まあ、擁護性とかね、その規制の 対応とかね、それから、まあ、目的ももっとこう緻密に、まあ、分析して立法裁量どれぐらい尊重されるのかどうかってことを、まあ分析して、まあ、それでその合理性をね、まあ、厳格に、まあ、見ていくのか、厳格な合理性の基準って形で薬事法違憲判決型のね厳格な合理性の基準でいくのか、まあ、それともその立法裁量をね、まあ、とすごくまあ尊重して、公立場事件型のね、まあ、先ほどの明白の原則でいくのかっていうのを皆さんがまあ決めて、で答案書いていくというような感じになってくるんだと思うんですよね。まあ、そういう状況であります。まあ、最後の判決はいいとこ取りをした、30年判決の消極目的とね、この元年判決の積極目的をいいとこ取りしてね、そこで今終わって、これが今現状一番新しいこの分野のね判例ということになってますね。で今日のまとめです。17ページをご覧ください。これ今日の、ね、知識のところの最後なんですけど、まあ、これから今日 の復習になると思います。括弧5、違憲審査基準に関する判例の動向、まあ、経済の自由の分野ね、今日いろいろ判例ご紹介しましたけど、そこの総まとめになります。でこれ結構いろいろ担当で聞かれてるんですよ。まあ、いちいちメモしてると大変だと思うんだけど、まあ、ちょっとメモをね余裕があればちょっとメモしてほしいんですけど、2段落目のその後ってあるじゃないですか。その後っていうところのこの2段落目はね、問い後の A と B、問い後の A と B、問い後の A と B で、3段落目のこのね西陣ネクタイ事件は問い3の E で、同じ3段落目のタバコ小売業事件は問い後の D。 すいませんね、ややこしくてこの担当試験の問題を解くためにこの記事作ったんじゃないんで、これ私の矢島の促進プトの記事の、講座の記事なんですけどね、この担当の問題を解くためにやったんじゃないんで、ちょっとこうねこう記号つけづらいですけども、このね3段落目のねこの西陣ネクタイ事件は問い3の E で、タバコ小売業は問い5の D です。で今度ね次のしかしっていう段落は、ここ全部ね全部じゃないです、最初の5行ぐらい、司法書士事件のところ、これが問い3の U ですね、問い3の U で、最後の農業共済組合事件、このしかしの段落のね、下3行ぐらいのところですけど、下3、4行ぐらいのところですけど、農業共済組合事件が、これが問い4のアになります。問い4のアで、もういちいちね記号振ると大変だからやんなかったんですけど、この最後の段落、これはさっき の酒税法のやつ、あれはさっきね酒税法のところでたくさんメモしてもらったと思うんですけど、これものすごい一番必須なんですよね。これが一番出てますね、担当試験ではね、この酒税法事件は圧倒的に出てます。もういちいちメモするのやめときましょう多すぎるんでさっきね、まあ、メモしてもらったと思うんですけどね。じゃあそういう感じでちょっと判例の流れ復習していきます。17ページの一番上見てください。まずね、二分論がなかった時代がありまして、それが最初のところですね。矢印、自家用車での有償運送をね規制する道路運送法、要は白タクってよく言われてるね、モグリの、まあ、タクシーだけど、あれ禁止されてるんですよね。まあ、それを禁止してるね道路運送法の規定が憲法22条1項ね、営業の自由制約して許されないんじゃないかっていうのが問題になりました。で最高裁はね、この当時まだ二分論がなかったんでね、積極
消極に二分せずにですね、要は普通に比較考慮で終わりにしたんですけど、自家用自動車の有償運送行為は無免許営業に発展する危険性が多くね、これを放任すると無免許営業の取り締まりの実効性を欠きね、免許制度は崩れ去るんだということでね、まあ、公共の福祉の確保のために必要な制限だから特に審査基準を立てずにね、まあ、比較考慮要はその問題となっているその利益、まあ、要は多分無免許でね営業する利益なんて大した利益じゃないと思ってるんでしょうね最高裁はね。と同時にその対立利益の方結構大事だと思っててね、まあ、割かしあっさり、その比較考慮の結果合憲にしちゃってるというようなもね必要かつも合理的なんだというような感じでね公共の福祉に合致するんだって形であっさり合憲にしていた、まあ、そんな感じの時代です。でそこがねあのさっき言った通り、比較考慮論のやっぱデメリットっていうのは裁判官の恣意的な判断を、ね、招きやすいんですよね。なんでなるべくやっぱこの二重の基準というところをまずスタートにしてね、その適切にいろいろな基準を使い分けていった方がいいんじゃないかって発想が出てくるんですよ。で学説はもう比較考慮論から離れてもう審査基準論の方にまあ行ってるんだけど最高裁はそういうことしてないって話をねさっきやりました。比較考慮論を維持した上で必要があるときは比較考慮論に加えて審査基準論を展開するんですよね。でそうした判例がこの2つの判例この下のね小売場事件と薬局距離制限事件判決ということになってきます。でちょっと見ていきましょう。2段落目、その後規制立法を、ね、積極目的と認定して明白の原則により審査して合憲とした、ね、小売場事件と消極目的を認定して規制の必要性合理性を厳格に審査して違憲とした、ね、薬事法判決でこの2つの判例が出たことで最高裁は日本の最高裁はね日本のっていうのはあのアメリカの連邦最高裁と紛らわしいからねあの大体ね日本の学者さんが展開している学説っていうのはアメリカの連邦最高裁がこう出しているような、ね、判例を参考にしていることが多いんで最高裁っていうだけで言っちゃうとどっちの話がよく分かんなくなっちゃうんで、まあ、これちょっと日本の最高裁の話なんですけど日本の最高裁は、まあね、比較考慮を取った上で規制目的に二分論を取ってるんじゃないかというふうにあの分析されていた時代がありました。そしてしばらくその流れが続いたんですよ。この次の段落はいずれもね、あの小売場事件にあの似た事例です。要は弱者保護のための、ね、積極目的 で小売場事件を参照して、ね、明白の原則で合憲にしている、まあ、判例なんですけどちょっと見ていきましょう。国内での、ね、キート生産業者、まあ、カイコさんねあのガの、まあ、幼虫をこう育てて、機能を、ねまあ、取るわけなんですけどやっぱこう弱いんですよ。立場が零細な農家の人が、ね、屋根裏でこうやってるとかそういうのが多いからね非常に零細でその点ではあの小売場とかあのこのタバコの事件と同じような感じで非常に弱い人だから国が守ってあげなければいけないんだそういう要請が働くそういう事案だったんです。まあ、そんな中でね国内の、キート生産業者を保護するためにキートの輸入を制限した法令が、ね、22条1項に違反するかどうか、まあ、営業の自由し不相に、ね、侵害して違憲になるのかどうかというか問題だったら西陣虐待事件において、まあ、積極目的を認定しまして、ね、で明白の原則で合憲にしています。で同じくタバコの小売業、ね、これもやっぱ零細な人が多いんで、ね、守ってあげなければいけないんだということでこれはさっき言った通り、ね、小売人保護で積極目的で明白の原則で合憲にしているとそういう流れになってますね。でこの流れを押さえていると担当は解きやすいんですよ。あのメモしてもらったとこれ全部担当で出てるんですけど今のね、あの理由が分かっていると非常に担当試験が解きやすいです。で今度ね流れが変わるのがこのしかしのところなんですよね。二分論と合わない判例が出てきました。それがこのしかしというところですね。その後登記手続きの代行業務を証書士以外の者がすることを禁止するね証書士法の規定が22条に反するかが問題となった、まあ、事件におきましてこちら薬事法さっきご紹介した通り薬事法判決を、まあ、引用しておきながら、まあ、消極積極言及しないままね登記制度が国民の生活に及ぼす重要性から公共の福祉に合致する規制で合憲これおそらくもう比較考慮だけで勝負つくと思ったからねあえて基準論にあの行かなかったんだと思うんですよね。で仮に基準論に行くんだとしたらさっき言った通り私だったら論文試験だったら、まあ、消極目的を認定してねさっき9時で喋りましたけどね、で厳格な合理性の基準を立てて当てはめるかなっていうね、感想を持ってます。でその後ですねさらに、水筒ね、まあ、要はあの稲作ですね水筒って読むんですけどね水稲って書いてあるの水筒と読みますが、水筒をする農業者に対して農業共済組合の加入を、ね、強制する、農業災害保障法の、ね規定が職業の自由を侵害し要はこのね組合に入んないと水筒ができないんでね稲をあの作ることができないということでねそこで営業の自由の制約になるんだっていう主張をしたんですよ。まあいろんな主張ができると思うんだけどねあの協会に入れば当然組合に入れば当然組合費取れるからさ財産権の制約だとかいろんな言い方ができるんでしょうけどこの事案は、まあ、この営業の自由の制約だっていうね主張がされたんで営業の自由の観点から特に中心論点になってます。でその事件におきましてね農業共済組合事件におきまして最高裁は小売場事件判決を参照して明白の、まあ、原則でね、合憲と、まあ、してるんですけどあの積極消極っていうね目的をあの明確にしなかったんですよね。まあ、具体的にはこの線引いてあるところで規制目的が国民の主食である米の確保それから自作農の経営保護こういう認定はしてるんですけどねこれが消極なのか積極なのかっていうところはまあ認定しておりません。まあ、ちなみに
小売市場事件を、ね、参照してるんで、おそらく積極目的というふうに捉えてた可能性あるんだけど、でもやってないんですよね。でこの辺のところからどうも日本の最高裁はね、この最後タバコ事件が、ね、出た以降はちょっと二分論、取ってないんじゃないかというふうに分析されるようになってきたのね。もともとは日本の最高裁で比較考慮してるわけでしょ。権利の性質とか規制対応とか規制の目的ね、比較考慮してますよね。だから実は、まあ、そういうところから適切に基準を立てていくべきなんじゃないかっていう、まあ、議論が出てくるわけね。規制目的二分論みたいな感じで形式的に考えるんではなくてね、その権利の性質、裁判所ってのは人権救済機関ですからね、擁護性が高い、まあ、権利を非常に厳しい対応で、制約しているような立法があったときはね、本当にそんな制約が憲法的に許されるのかどうかということを結構厳しく見ていかなければいけないんですけどね、まあ、そういう時に、まあ、経済の分野だと、まあ、合理性の基準でやるというのがまあ標準なんで、その合理性をまあ厳格にまあ見ていきましょうという話になってくるんだと思うんですけどね、まあ、そんな感じで厳格な合理性の基準立てたりね、あるいは本当に立法裁量がすごく広いまあ分野だってことになってくると、さっきのほら酒税法事件、許可制だから制約対応非常に厳しいじゃないですか。にもかかわらず立法裁量が広いんだってことを相当論証して、で明白の原則ですけどね、まあ、そういう流れもあり得るんだということね。だから目的だけでも多分決めてない可能性あるよね。立法裁量も権利の性質とかいろんなことを多分見てね、やってる可能性が出てくると思います。で最後ね、また最高裁は酒類販売業を免許制とし、経営の、ね、基礎薄弱を免許拒否受理した、ね、酒税法の規定については、従来の消極積極の目的の内容と異なる、まあ、第三の目的ともいえる、ね、租税の適正かつ確実な、まあ、付加徴収ね、まあ、これを立てましてね、で明白の原則で、まあ、当てはめも結構あっさりね、やって合憲にしちゃってると、まあ、そういうところが今の、ね、日本の最高裁の判例の流れでありますね。で最近の、ね、司法試験は、まあ、判例踏まえて論じなさいということになってますので、まあ、経済の自由が出たときは今日お話した、まあ、たった2時間ですからね、この判例の理解を、まあ、踏まえてね、まあ、なんか理論構成できれば、それを踏まえてない人と比べると、ね、随分いい点数になるはずなんですよね。じゃあ最後に担当の問題をちょっと確認してね、もう今日の話が分かってれば全部正解できます。確実に全部正解できますので、ちょっと担当の答えを確認しておきましょう。まずですね、担当試験の過去問というところの問題1、まず中身、柱書きのところですけど、職業の自由に関する次のあからうまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らしてね、皆さんが適当に考えるんじゃなくて、判例知識、判例の理解問われてますからね、最高裁判例の、ね、趣旨に照らしてね、丸と×つけなさいと。でまずあのところですけど、薬局の開設につき、これを許可制とすることの目的が国民の生命健康に対する危険の防止、いわ消極目的ですね。許可制でかつ消極目的ってなったら、判例は厳格な合理性の基準を立ててますよね。ですので2行目、当該規制の合憲性を肯定するには、それが重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることに加えて、ほらこれポイント1って私が言ったやつ、さらにポイント2で LRA がくっつくんですよ、ね、消極目的っていうのが入った時点で、より緩やかな規制によってその目的を十分達成することができないことを認められるものを要するということ、これ薬事法判決にぴったりやってますね。というかこれ正解丸ってことになります。そして今度 E の足ね、これさっきちょっと確認しましたよね、生存権とか勤労権という言葉確認したでしょ。これさっき見てる話なんですけど、一応見ていきましょう。個人の経済活動の自由に対して、社会経済全体の均衡の取れた調和的発展を図るというね、積極目的の規制を設けることが正当化される根拠として、これ小売場事件さっき確認しましたけどね、このそのままフレーズです。小売場事件の通りです。国民の生存権やね、生存権、あと勤労権が保障されているなどね、経済的列に立つ者に対する適切な保護政策を行うことが憲法上要請されていることを挙げられるということね。これ小売場事件の通りですからね、丸の足ということになりますね。だけどあといは丸丸で、今度うの足、酒類販売業、さっきのやつね、二分論が変わったんじゃないかということがきっかけになったの判例ですけど、酒類販売業について免許制とすることを定めた酒税法の規定は、酒類販売業者には経済的基礎基盤の、ね、弱い中小業者が多いことに、まあ、照らし、はい、もうまずこの時点で、ね、こんなこと言ってませんよ。大体お酒屋さんなんて大きいお酒屋さんね、地方の方行ったりとか、大きな建物の中入ったりとかしてますからね、まあ、こんなことも一切言ってませんからね。こういうさ、この小売人だってことを強調してやった事件は、今日ご紹介した判例だと小売市場事件とか、タバコの事件とか、あとさっきのお蚕さんの事件ね、キートの事件ね、西陣ネクタイ事件、それなんですよね。でこれ別にお酒や大型のディスカウントストアとか皆さん目にしたことがあるんじゃないかと思うんですけど、そういう事案じゃないんですよね。まあ、というわけでもこの時点でもバスね、さらにこの2行目のところもおかしいこといろいろ書いてあるんですけど、酒類販売業者の相互間の過当競争による共倒れからの保護のね、積極目的とか、これも言ってませんよね。要は積極消極触れてないんですよ、この判例はね。そういう判例としてまあ有名ですから、まあ、これ間違ってるの明らかだということになってきます。というわけでこれ、下に書いておきましたけど、正解2になりますね。〇〇×ということで正解2ってことね。さて今度次言います、問題2の方ですね。
こちらもですね、走り書きのところですが、これ3点です。もう絶対落とせないですね。職業の自由に関する、次のアからウの各記述について最高裁の、ね、判例の趣旨に照らして、まあ、考えてくれと。でまずアのところですけども、職業活動の自由についても精神的自由についても、はい、ここあのこれさっきやるかな、薬事法の判決で確認したかと思うんですけど、精神的自由ってあの国の積極的な社会経済政策のための規制が許されるってこと言ってないんですよ。これ消極目的の時だけあの許されるっていう、ね、判例っていうのを確認、あの経済の、ね、自由の時だけこういう政策的な理由で、ね、制約することが許されるんだっていうのは確認したと思うんですけど、そこのところをちょっと思い出してもらえればと思いますね。これはね、あの9ページのところね、精神的自由はね、そういう積極的な政策目的であの制約することは判例はあの積極的に肯定しておりませんのでね、まあ、9ページの、ところのさっきあの問いにのあってメモしておいてくださいってあの言いましたよね。こうね、9ページの真ん中よりちょい下ぐらいのところですけどね、まあ、ここのところは後で見ておいてもらえればというふうに思いますね。というわけでこういう大事な判例はね、結構ちゃんと読み込んでることを前提にこうやって3点の問題ができてるんでね、まあ、やっぱ判例、大事な判例しっかりとね勉強してほしいなというふうに思います。じゃあまたあの問題2の方戻りまして、問題2の最後の足、うのところですね、う、職業の許可制は自由に対する強力な制限であるからね、その合憲性を肯定し得るためには原則、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置、うん、ここまでは大丈夫だなと、ね、これあの薬事法判決の通りですよね。ただし、この要請は個々の許可条件の合憲性判断においてまでも求められるものではないと。これはさっきページメモしてもらいましたけど、あの個々の許可条件までちゃんとこの要件で検討します。薬事法判決ね、これ12ページの、 あの最後のところでしたよね。12ページの、一番最後の段落、この3行ぐらいのところね、さっき問い2の打ってあのメモしておいてくださいってあの書いておきましたけどね、この厳格な合理性の基準はね、抽象的にこの許可性っていうところを審査するだけではなくてね、一個一個のその許可条件について、その規制立法の条文細かく見てってね、一個一個の、まあ、許可条件ね、例えば300メートル以内ならまあダメだとか、あ、例えばこうね、一定な何年以上そこで営業をしていることが要求されるとか、まあ、いろんな許可条件ってあると思うんだけど、その一個一個を全部この厳格な合理性の基準で、ね、審査していくというのがこの判例の態度ということになってますね。でここをそう考えるかどうかは別ですからね、まあ、判例は少なくともそう考えているの、これはあの担当の知識はあの判例の理解を問われてますんでね、まあ、皆さん勝手に考えちゃいけません。皆さんが勝手に考え始めると担当は正解できなくなりますんでね、論文の時はいいんですよ。判例はこうだけど私はこう思うってやればいいだけなんですよ。だけどね、担当はしょうがないんです。もう自分は思ってなくてもね、とりあえず判例の理解をしておくっていうことが必要になってきます。さて今度問題3のとこですね、20ページになります。で問題3、これ平成26年の司法試験ですけども、職業の自由に関する次のあのから生までね、これも最高裁の判例の趣旨に照らしてねちょっと見ていきます。であのとこですね、種類販売の免許制に関する立法事実が変化しているので、これはさっきね立法事実の変化の話しましたけどね、でここがおかしいですよね。もう当該免許制の合憲性は厳格度を高めた基準で審査されているけど、ここほら酒税の税金目的のところは非常にほら立法裁量広いからね、まあ、要は明白の原則立ててましたんでね、まあ、ここのところが明らかに間違ってるなということになってくると思いますね。そして今度2つ目のブロックです、特定産業における経営の安定を目的とするほらこれキート、あの解雇さん、西陣ネクタイ事件、これ小売市場事件とか、あの先ほどのタバコの事件と一緒なんですよ。小売人がみんな立場が弱い人だからね、その弱者保護のために、まあ、積極目的 で明白の原則で、こうね、審査をするそういうような事例なんですけども、ちょっと見ていきましょう、特定産業における経営の安定を目的とするキートの輸入制限は零細な他の産業を犠牲に強いることになるので合憲性慎重に審査されませんよね。明白の原則なんであの慎重に審査してません、ここのところね。だからこの慎重に審査されるとかおかしいです、ここのところね。慎重に審査されるなら明白の原則じゃなくて厳格な合理性の基準を使わなければいけないんですが、まあ、このねタバコの事件とか小売市場事件とか、あとそのねキートの事件、まあ、この辺のところはねいずれも積極目的で、その、全部明白の原則でやっているところでありますね。で最後、うのとこですが、登記制度が国民の権利義務等に重大な影響を及ぼすことなどから原則司法書士の登記業務の独占を認めるこの、ね、職域規制は公共の福祉に合致した合理的な規制、まあ、これはあのさっき言った通りね利益考慮だけで終わらしにしちゃって基準立ててないんですけどね、大体こんな感じ の、 あの内容になってますんで、これ正しいというふうに分かると思いますね。さてで今度次のところですけども、問題4です、憲法22条1項の解釈に関する、ね、次のあからの記述で、まあ、やっぱ判例に照らして、ね、ちょっと丸か×かっていうのを判断してほしいわけですね。であのところです、これ農業災害保障法ってさっきさ最後確認のところで見た通り、これはもう二分論取ってないんですよね、だけどなんかこうね明白の原則っぽいようなことであの合憲にしてると、特に積極まあ消極ってことは認定はしてないんですけどね、まあ明白の原則からまあ合憲にしてるっていうのはちょっとご紹介ね、17
17ページのところでご紹介したんですけども、それが分かっていると、ね、正解できると思います、あの足を見てください、農業災害保障法が一定の稲作農業者を農業共済組合に当然加入させる仕組みを、ね、採用したことの合憲性は、ね、当該仕組みが国民の主食である、ね、米の生産の確保と稲作を行う、ね、自作農の経営の保護を図る目的、この辺のところは判例はこの通り言ってます。ただこの後がちょっとおかしくてね、必要最小限度の規制って、これはあの LRA なんですけど、あの明白の原則使ってね、処理をしておりますんでね、まあここのところがおかしいということになりますね。というわけで間違ってるはしたことになりますね。まあおそらくね、まあ積極目的っていう明確な認定はしてないんだけどね、多分積極目的っていうあのニュアンスを持ってたんだと思うんですよね。公立病事件参照してましたからね、まあ、そんな感じのところで、まあ理解がされていると、正解できると思います。で今度いの足ですが、憲法22条1項は職業選択の自由を保障しているが、いわゆる営業の自由は、これあの今日の授業の最初の方でご紹介しましたけど、学説はその営業の自由の一部を29条で保障するという見解もあるんだけど、判例は全部あの経済の自由、財産権の話にはしてなくてね、全部22条 の, あの問題に、まあ、してますのでね、これはあの間違ってるということがわかると思いますね。これはまあ学説の中の小学説の、ね、一部の見解ですね。で今度うの足です。うの足を見てください。これはあのさっき、ね、確認してます、あの薬事法違憲判決のところですけど、職業の許可制は競技の職業の選択の自由そのものに制約を課す強力な制限であるためね、社会政策ないし経済政策上の、はいここです、さっきほらもう一回確認してますけど、積極目的の場合は別ですよね。消極目的の場合だと LRA のに入っていくんですけど、積極目的の場合 LRA に入りませんよね。なのでここがおかしいんですよ。積極的な目的のための措置であっても、この後 LRA の話が書いてあります。より緩やかな規制によって目的を十分達することができない場合でなければ、ね、合憲性を肯定しないってんだけど、この2行目の、ね、積極的な目的のための措置であってもっていうところは、これは×になりますね。これは判例は、ね、あの薬事法判決で言ってる通り、消極目的の時だけ LRA でやっております。というわけでどうですか、ね、今日 の, あの話が分かってると簡単でしょ、担当全部正解できますよね、こんな感じなんですよ。さてで今度、22ページご覧ください。こちらは、ね、判例の流れを、ね、聞いてます。この、ね、日本の最高裁の、まあ、判例の流れを、まあ、聞いてるんですけど、ちょっと見てください。まず、ね、最初のところは簡単です。最高裁判所は、職業選択の自由を規制する法令の合憲性に関して、でこの A の足、ね、A の判決で、積極的な社会経済政策を実施するための法的規制については、立法府がその裁量権を逸脱して、ね、その措置が著しく不合理であることが明白であればに限って違憲。これはあの公立場事件、ね、二分論の要はスタートと言われている公立場事件で、このあとその後 B の判決ではって、大体これ多分薬局の話なんだろうなって推測しちゃうんだけど、B の判決では職業の許可制について合憲性を肯定しうるためには、ね、原則重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置で、その後ほら2行目の最後のところで、消極目的のところは時はね、その次の行でより緩やかな制限であるね、その規制によっては目的十分に達することができないと認めることが必要なんだってことで LRA やってますよね。なんでこれは薬事法判決ってことになってきますね。でその後ここからだんだんちょっと難しくなるんですけど、次の段落、これらを受けて、職業選択の自由を規制する法令の合憲審査基準に関しては、判例はいわゆる目的二分論に立っていると理解した上で、これを基本的に支持する見解がある一方ね、規制目的と合憲審査基準を対応させることについては批判的な、まあ、見解もあると。でこのような中、ね、最高裁はで平成元年というと、まあ、今日は多分覚えてると思うの、あの平成元年2つの、ね、あのお風呂の、まあ、事件出てるんですけど、平成元年、ね、C においてある小法廷が A 判決と同様、ほらあの最初の判例、平成元年のいや小売市場事件をあの引用して、ね、積極目的認定して、で明白の原則であっさり合憲にしている判例がありますよって言いましたけど、それを言ってるんだと思いますね。というわけで、同様の同合憲性審査基準を述べた上で、違憲とすべき場合に当たらないと判事したのに対して、ね、別の小法廷、こちらのいいとこ取りして、ね、昭和30年の消極目的と平成元年の最初の判例の積極目的を合わせて両目的にまあ認定して、ね、で特に基準立てずにあの合憲にしたって言いましたけど、それのことをまあ言ってるんだと思いますね。でこの後ね、このしかしこの D が間違いやすいんですよ。ここどうですか皆さん、平成5年の D についての判決では、その規制目的に言及した上で、ほらここなんだよね、 A 要は公立部事件を参照してるんですよ。でここが分かってないと、あの酒税法の判決と間違えますよって言ったのはその通りなの。酒税法はね、公立部事件を引用してないんですよね。でこの辺のところの判例で、この公立部事件ね、引用してるのはこの下の足の中だと、あのタバコのやつしかないんですよね。というわけで、ここは2の判例が入るんだって形になってきます。まあ、今日の授業ちゃんとね、思い出しておいてもらえれば特に難しくはないんですけどね、分かってないと丸暗記になっちゃうと大変だと思いますね。この事案がある程度分かってないとね、本当丸暗記になっちゃって、非常に大変なことになると思います。で最後24ページ、これで最後になりますが、これ簡単です。これ全部ピンポイントで酒類販売事件のね、ことが聞かれてます。判例の理解を試されてます。でざっと見ていきましょう。あの足です。
この判決は許可制の場合には重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するとする一方でね、これさっき説明した通りですよね。でこの後ほら立法裁量がすごく広いんだってことをね、こう着目して、で最後明白の原則に言ってるよって話しましたけど、その通りなんですよ。2行目、租税法の成立についてはね、立法府の政策的技術的な裁量的判断が尊重だってことで、最後はほら2行した、著しく不合理なものでない限り合憲だってことで、まあ明白の原則を立ててますよね。というわけでこれ丸ってことになります。そして今度、意の足ですけど、これもおかしいのはね、これ税金の確保でしょ、租税の確実な徴収というのを目的にしているというのを覚えてますよね。第3の目的とも言える。でこの判例おかしいのは、意の足の4行目、規制の目的を複合的なものとしているってなってるんだけど、こういう認定はしてません。もう租税の、ね、徴収確実にするっていうね、まあ、いわば第3の目的とも言えるようなものを認定して、で、まあ、明白の原則で、まあ、合憲にしてますんでね、まあ、こんなことは判例一切言ってないということになります。そして右の足、これもあの判例分かってると本当にね、もうおかしいこと言ってるというのがよく分かると思います。この判決は、種類販売の免許制は経済的弱者保護という意味の積極目的による規制と異なるとした上で、まあ、実はこういうことも触れてないんですけどね、ただまあ趣旨は多分別に間違ってるわけじゃないんで、ここだとまだ判断できないんですが、この次のところです。免許の拒否が実際に既存の種類販売業者の権益を擁護するような運用になっているか否か着目するような視点から基準立ってませんでしたよね。もっぱらその、租税の徴収確実にするかどうか、さっき言った通り、タバコの小売業とか小売市場の人とか、あとその生糸の、ね、生産者みたいなのと違って、別にお酒を販売する業者っていうのは大型店舗なんかも現に今ある通りね、そのちょっとやっぱ違うんですよね。その弱者保護を別に必ずしもする必要ないんですよね。まあ、なんでこんなこと言うわけがないんですよ、こういう事案で。だから判例ってやっぱ結構事案を、まあ、見てね、その事案から基準を立ててると。日本の最高裁はね、いきなりそのアメリカの判例ホールとか学説のようにですね、そのね、アプリより的に要は機械的にですね、その精神の自由だから、経済の自由だからってことでね、二重の基準から基準が自動的に今決まるんじゃなくて、まあ事案をまあ見てですね、でその適切なその利益コールを踏まえつつ、その必要があれば基準立ててね、それで判断してるって言われてるんですけど、まあそういう判例のね、理解が全部こう分かってるとね、この担当のところが正解しやすいのかなというふうに思いますね。さあというわけで最後ね、まあ、担当まあ、ほぼ経済の自由からの出題のね、問題、まあ、一つ入ってないのがあるんだけど、まあ、それもそんなに難しい問題じゃありません。まあ、いずれにしろこの判例のね、理解を、まあ、ちゃんとやっておけばね、必ず担当は解けるようになるし、あとこの理解は論文の方でもまあ大事ですので、まあ、ぜひともですね、こうしっかりとこの、まあ、時間があるうちにね、試験の直前期だと焦っちゃってね、なかなか判例をちゃんと勉強するというのは難しいと思いますので、まあ、余裕があるうちにね、計画的に勉強を、ね、していっていただければと思いますね。でこれ最後ね、合格者の体験記が、まあ、ありましてね、この次のところで、まあ、昨年の私の、ね、講座を取って司法試験とか予備試験に合格された方の、まあ、体験記と、あと最後に私の、ね、講座の、まあ、ご案内があるんですけど、今日の授業の内容はこれから始まりますね。6月から通学クラスで始まって、その後通信でも、まあ、受講できるんですけど、まあ、矢島の促進プト講座というものでね、こういうことをやっておりますので、まあまあ、自分でもちろん勉強しても全然構いませんですけど、まあ、なんかね、ちょっと自分でこういう勉強するとすごく時間かかっちゃって大変だなっていうんであればね、まあ、予備校の講座なんかをね、利用するのも一つの手なのかというふうに思いますね。というわけで、まあ、皆さんね、この試験までまだちょっと時間があると思いますけども、計画的にですね、サボらずに、まあ、勉強をね、続けていってもらえればと思います。じゃあまた次回、別の講座でお会いしましょう。どうもお疲れ様です。